8月日日金曜時時刻ははになりましたこんばんばライターの武田佐哲です、えー、あの宮崎駿監督の「ですね君たちはどう生きるか」が公開されたのが7月14日の金曜日であの一切事前情報なしでの公開初日なんていう、ね、ニュースが出てたんで、まあ、その日にねあのじゃあこっちは情報ゼロの状態で公開当日に作品を見ずに映画について語ってみようじゃないかというふうに話してみたわけですけど、まあ、あれから1ヶ月が経って。 ご存知のように、まあ、映画は大ヒット中で、まあ、賛否両論いろんな論評が飛び交ってますけど、まあ、こちらはまだ見てないという状態が続いてるんですけど、まあ、結論から申しますとですねその4月14日の放送武田立の「プレキンナイト」での一切見てないレビューに対してですねなんとジブリ側からの返答が寄せられたということなんですね、まあ、プレミアムフライでいくら連呼しても何の見解もよこさない経産省と比べるとですねさすがジブリとくまなくチェックしてるなとこれがやっぱり多くの人に。 物事を届けるための姿勢だよと感心するわけですけど、まあ、その放送で自分がどんなことを言ってたかというと、まあ、もちろん忘れてるんで自分でその日の放送を聞き返してみましたら「まあ、君たちはどう生きるか」というタイトルがなんだか上から目線で偉そうだとでそれは君たちと複数形にしてるからじゃないかなんだか校長先生の朝礼の話みたいだと、まあ、個人の考えを、ね、大事にすべき時代なのにみんなに向けたらこう個人が消されちゃうんじゃないか、まあこういうちょっとどちらかというと批判的な見解を積み上げてまして。 まあでも最終的にはこの「君たちはどう生きるか」っていうタイトル自体をどこか批判的に捉える映画なんじゃないかという予測をしていてまあなぜそう考えたかというとまあスタジオジブリが観光しているですね熱風という冊子小冊子の編集後期にこういうふうに書いてあったとそれが世間や大衆や権威や AI が定めた評価と価値ばかりを気にする人々は自分の心がささやくよりも先に他人の声に聞き耳を立てたがる私がどう思うかより みんながどう思うかを優先し初心を世論で上乗りすることでさも初めから自分もその一員であったかのように振る舞い安心すると果たしてそういった人々は道に咲く花の香りや風のぬくもり空の青さをどう思うのだろうと AI が導く未来よりそれを受容する人間の強度が落ちていることの方がよほど嘆かわしいと思うのは僕だけだろうかというふうに書いてたんですねまあ非常に素晴らしいコメントですがこれつまりちゃんと自分で考えることはできてますかと。 私たちがどう思うかよりみんながどう思うかを優先してませんかという警告で、まあ、だから君たちはどう生きるかの君たちの複数形の使い方を批判的に捉える物語なんじゃないかと、まあ、そこにこの作品の狙いがあるんじゃないかということを、まあ、勝手に予測したわけですけどであの先日ジブリのです、ね「熱風」の新しい号を読んでましたら編集後期にいきなり自分の名前が出てきまして驚いたんですけど、まあ、こんなことが書いたんですね。一部ちょっと省略しつつ読みますが 先月方に書いた編集講義の一部を武田聡さんがご自身のラジオ番組で引用してくださったそうだと。放送の翌朝、同番組のリスナーである同僚が教えてくれたので、ラジコで拝聴したと。日本人に深く根ざした大衆芸合性と権威主義について、AI を引き,出しに引き合いに出しつつ、個人的な所感を書いただけの講義だったが、考えてみれば、君たちはどう生きるかを取り巻く環境は、他者の評価や権威が定めた価値を頼りに、物を見ることになりきってしまった SNS 文化とは、 対に位置するるエンンターテイメントとと言えるかもしれないと場面カットも公開されてない中で劇場で見た映像の記憶だけを頼りにおのおのが自らの心にくぐ,くぐらせた感想を言語化して発するとそうして発する言葉なり感想なりは誰のものでもない自分だけの心の声だとそう考えると大衆迎合性や権威主義について書いたあの後期はあながち関係ないとは言えないのかもしれないとこう書いてるわけですね。まあ、こちらからの一方的な見解を受け止めてわざわざ答えてくださっていると。 一応最後にはですね全ては後付けでそんなつもりはなかったですというふうに書いたんですけどやっぱりちゃんと返信をしてくださるというのが何とも嬉しい限りですよね。でこのジブリ側が言うですね他者の評価や権威が定めた価値を頼りに物を見るというのではないのが、まあ、今回の映画だとすればですね、まあ、公開から1ヶ月がたって他者の評価とか権威が定めた価値っていうのがだいぶ出揃った以上ですね、まあ、自分に与えられた選択肢はこのままずっと見ないという選択肢かなと思ってはいるんですけど まあ今ここまで話したですね、自分まだ見てないけど、ジブリから返事もらったんですよっていう、この話そのものがですね、やっぱ評価とか権威に頼っている話そのものだという情けなさもあるわけですね、やっぱジブリから反応があっても、それを無視することができずに、こうしてラジオで嬉しそうに話してしまうと、こうやってやっぱり権威とか評価に頼ってしまう、この人間の弱さが巧妙に描かれているのが、多分君たちはどう生きるかという作品じゃないかなと。 いうふうに思いますのでね皆さんはぜひ見に行ってほしいと思っております、まあ、それにしてもですねこの自分が適当に話したことに対してこうやって中身に触れずにこう返信返事をしてくれると、まあ、こうやって作品の中身じゃなくてその周辺で対話が成立するっていうのはなかなか面白い現象だなと思うわけですね、まあ、そこにはこう確かなデータも確かな情報もなくて感覚しかないわけですけど、まあ、今どんなところでもですね生成 AI の議論が盛んでその中で交わされている議論のほとんどが これがこんなスピードでこんな正確にできるようになるよとかあれがあんなスピードでできるようになっちゃうと結構やばいんじゃないかっていう,こう興奮と警戒に分かれるわけですけど、まあ、文章を書く仕事をしている自分からするとですねまず AI って言われるともうそんなものから逃げてやると、まあ、逃げることはなかなかできないというふうに思ってはいてもですね、まあ、あんな大きなものにぶつかって勝てるわけないんだからなんか勝てないんだったら逃げるしかないと、まあ、逃げて自分なりのこう呼吸をする場所を確保するしかないというふうに考えるわけですね。 でちょうど昨日ですね、17日に日本新聞協会、日本雑誌協会、日本写真著作権協会、日本書籍出版協会のこの4つの団体が、ですね、連名でですね、生成 AI に関する共同声明っていうのを出したんですね。でそこでどんなことが書かれていたかというと、えー、生成 AI が注目を集めていますと、社会のさまざまな場面で利便性を向上させる技術として期待を集める一方で、偽情報の拡散や個人情報の漏洩を招く恐れがあるほか、 著作権権者の権利がが侵害さされれるリスクが強く懸念されていますと私たちは生成 AI と著作権の保護に関する検討が不十分な現状を大いに危惧していますと。現在の生成 AI は AI に学習させる大量の著作物データなしには機能しません。多くの場合これらのデータはネット上のクローリングによりこのクローリングっていうのはですねあのプログラムがウェブサイトを定期的に巡回して情報とかをこう取得保存する技術のことを言うらしいんですがクローリングによって 著作権者の同意取得や対価の支払いなしに収集されその解析結果に基づきコンテンツが生成されています日本の著作権法第30条の4が諸外国に比べ AI 学習に極めて有利に作られていることは大きな課題ですというふうに書いているわけですね。まあ、確かにあの自分が書いている原稿についてもです、ね、ネット上にいくらでも転がっているわけですけど、まあ、それは当然ですが特定のサイトに載せることのみを承諾した上で書いているわけなので。 ネット全体にこう網をかけるように情報をゲットしちゃうぞっていう人というか、まあ、組織に対しては、まあ、まず許諾しちゃいないぞと思うわけですね。まあ、シンプルに言うとこう勝手なことするんじゃねえぞとふざけんじゃねえぞという気持ちがあるわけですがこのふざけんじゃねえぞっていうのをどこに向ければいいのかっていうのがちょっとよくわからないところもあってでこの声明にですね日本の著作権法第30条4が諸外国に比べ AI 学習に極めて有利に作られてるっていうふうに書いてあったけれども、まあ、実際に 法律としてどういうい文言か。これ、ひとまずちょっと難しいですが、読み上げてみますと、著作物は次に掲げる場合、その他の当該著作物に表現された思想、または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。これ、ちょっと難しい言い方で言ってますが、や、まあ、柔らかくほぐして言うとです、ね、まあ、著作物に表現されている考え方とか、 感情の部分に関するものではない部分については、著作権が制限されて、その目的の範囲内で利用が認められるっていうものなんですね。まあ、そこにこういろんな条件が付け加えられてはいるんですけど、いや、ちょっと待ってると。そもそもこの文章において、どの部分が思想とか感情に当たるのかを分析するのっていうのは、まあ、ものすごく難しくないかっていうふうに思うんですね。まあ、例えばですね、あの、最近自分が書いた文章の一部紹介しますと。 私が頻繁に通っているブックオフの CM が寺田心さんからあのちゃんに変わったとっいうこう,いう一文があるわけですね。でこの一文についてここにはじゃあ思想や感情があるのかどうかとこれただ事実を述べただけだというふうに考えることもできますがでも本当はですねこの一文には僕がずっと寺田心さんを追いかけてきたこの強い思いっていうのが含まれてるわけですね。 これ文字だけ見てあ情報と情報だなとこれ思想感情入ってないなということで著作権者の許諾なしに使ってしまえるっていうのはやっぱなんかこう違和感を覚えるわけですね。で声明ではこんなこと書かれてます。以下のような事態が生じて著作権法が目的とする文化の発展を阻害する恐れがあります。学習利用の機会があ学習利用の価値が著作権者に還元されないまま大量のコンテンツが生成されることで創作機会が失われ経済的にも著作活動が困難になる。 海賊版をはじめとする違法コンテンツを利用した非倫理的な AI の開発生成が行われる、えー、元の作品への一挙性類似性が高い著作権侵害コンテンツが生成拡散される AI 利用者自身が意図せず権利侵害という違法行為を行う可能性がある、まあ、こんなこと書いたんですけど、まあ、先日あのハリウッドでストライキングが起きましたけど、まあ、その主な理由というのが AI の使用によって脚本家とか俳優さんの権利が守られないんじゃないかっていう ものでしたけど、まあ、このまま進むと、いろんなものに勝手に使われちゃうよってことで、まあ、今回の声明にもですね。生成 AI が文化の発展を阻害しないよう、技術の進化に合わせた著作権保護策が改めて検討されるべきというふうに書いたんですね。これ、つまり、やっぱり、国がですね。文化っていうものを、どういうふうに考えていくか、守っていくかっていうのが、改めて問われているということでもあるんですが、果たして文化を守るという観点が、どこまでですね。この国、持っているのか、ということになると、なかなか。 怪しいなと、まあ、これ今大きく話題になってますけど国立科学博物館がお金が足りないからといってこうクラウドファンディングでたくさんのお金を集めたりですね、まあ、生成 AI の活用に政府が、まあ、正直よくわからないまま積極的になっていたりこの国の文化っていうのを考えた時にあれもしかしたら文化活動がさらに適当に扱われるんじゃないかというこういう危惧を持った時にですね「まあ、君たちはどう生きるか」の大きなテーマである、まあ、正確には自分が勝手に これがテーマに違いないと決めつけているこのジブリの熱風の編集後期にあったですね AI が導く未来よりもそれを受容する人間の強度が落ちていることの方がよほど嘆かわしいと思うっていうこの警告がですねなんとも切実なものとして響いてくるところだなというふうに思いましたまあ以上このスタジオジブリの力に頼ったですねオープニングトークでございました今日でこれ20回になるんですね えー、それでは二十回目の放送を始めてまいります武田砂鉄のプレキンナイト生放送でお送りしております武田砂鉄のプレキンナイトこの後のゲストコーナーですが今日は小説家エッセイストの山崎直子らさんをお迎えしますもう直子らさんと知り合ってからはもうだいぶ長いんですけど僕は出版社入りたての一年目二年目ぐらいにお会いしてますから だいぶ長いんですがラジオでねこういう形でお話しするのは初めてでございます、えー、直コラさんの最新作「未来の源氏物語」という本を中心にいろんなお話を聞いていきたいというふうに思っております、えー、番組では皆さんからのメール募集しておりますご意見でも質問でも日常の報告でも何でもいいので送ってください宛先はプレキンアットマーク tbs.co.jp プレキンアットマーク tbs.co.jp プレキンの綴りは PREKIN です。メッセージお待ちしております。 時刻は十時十三分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの長田真さんお願いします。はい、お伝えします。アメリカを訪問中の岸田総理大臣は、日本時間の明日みめ、ワシントン郊外の山荘キャンプデービッドで行われる日米韓3カ国による首脳会談に出席します。 核ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応を協議するほか安全保障以外の分野も含めた協力を推進するキャンプデイビッド原則が発表される見通しです首脳や閣僚などの会合も定例化するよう調整が進められています 今月10日から昨日までのお盆の期間に JR の新幹線と在来線特急などを利用した人数は935万5000人で去年より37%増加しました。新型コロナウイルスが流行する前の2018年との比較では84%となっています。 一方、近畿に上陸した台風7号の影響で今月15日には東海道・山陽新幹線が一部で計画運休し一昨日と昨日も一時運転を見合わせるなど各地でダイヤが乱れました。 厚生労働省は、新型コロナの定点把握によって集計した全国の一週間の患者数が、前の週と比べて、零点九零倍となる。六千六万七千七十人で、二週連続で減少した。と発表しました。都道府県別に見ると、一医療機関あたりで患者数が最も多かったのは、佐賀県の二十四点。五九人でした。 神奈川県鎌倉市のゆいが浜海水浴場で男子高校生3人が流された事故で今日午後残る1人の男子生徒が見つかりましたが搬送先の病院で死亡が確認されました海上保安庁によりますと救助された2人は泳いでいたら流され大きい波が3回くらい来て溺れてしまったと話しているということですおしまいに プロ野球ソフトバンクの石川修太投手が今夜福岡市のペイペイドームで行われた西武戦で今シーズン初めてとなるノーヒットノーランを達成しましたノーヒットノーランの達成は去年の8月27日日本ハムのコディ・ポンセ投手以来で史上88人目パ・リーグでは33人目となりますチームは8対0で勝利し石川投手は4勝目を挙げています以上ニュースをお伝えしましまた 浅田さんありがとうございました TBS ニュースお伝えしました。まあ、今のねニュースの中にはなかったですけど、やっぱり今日ね今日のニュースで気になったのがやっぱ山口県の上関町の議会がですね、まあ,あこの原発の使用済み核燃料の中間貯蔵施設について、まあ、調査を容認するというニュースが流れましたね。まあ、これあのどうしてもこれを見ているとね映像の中で見ているとこの議長議会と。 この町の分断というような形で映し出されますけれども、これ、当然問いかけなければいけないのは、この核燃料サイクルのやり方がずっとうまくいかないで、やっぱり国を問わなくちゃいけないっていうところですよね、この上関町の中間貯蔵施設、この巡る計画の経過を見てますと、これ、最初にその山口県の上関町が、このです、ねまあ、原発誘致をしようとしたのは、これ、1982年なんですよね。 そこからも何十年とかけてその3.11の後に工事を中断されていたというその中からまたここ急にですねこの原発の使用済み核燃料の中間貯蔵施設を作らないかという話になってきたこうやってこのこれが一つの例になるとどん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 ですねなかなかこう財政的に難しい町そういったところにこうターゲットを絞ってこういった施設を作りませんかという話が。 調調査をまずは、ま、ずは調査ををままずずははと話が出てくるとこの形を見ているとなんかこう、ね、その今の原発再稼働の流れの中にこういったことってのもなんか組み込まれてるんじゃないかなと思うんで、まあ、このどうしてもこう町長そして町議会バーサスこのそこに暮らしている方たちっていうことにもなりかねませんけれどもやっぱりもっと広い目で見てこれ国がどういう原発政策を取ってるのかエネルギー政策を取ってるのかその着眼をやっぱり失っちゃいけないなというふうに思いましたね。 放送の後半では TBS ラジオ沢田大記者と今週のニュースについて話すコーナーもありますのでぜひ最後までお付き合いくださいこの後は今日のゲスト山崎直ーラさんをお迎えします 竹いうんです田さてそのプレキンナイトここからはゲストコーナーです。今日お迎えするのは小説家 <laughs> エッセイストの山崎直子らさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎直子らと申します。まあ今ちょっとね、始まる前に雑談もしてましたけど。<laughs> はい。まあ直子らさんと私は割とこう長い付き合いと言いますか。はい。僕が以前働いていた川手書房新社という出版社にも入った時に。ええ。僕が営業部員として働いておりまして。<laughs> そこであの直子らさんが。 浮世でランチっていう、ね、作品だったから2作目の作品を出した時にこう書店を一緒に回るということをしたんで、はい、もう本当に社会に出たばかりの私を知られているというかなりレアなお方なんですもんね,、ええねはいはい。武田さんが新入社員っぽい感じだった時に、ええええ、私もデビューしたてで出会ってそのなんか本屋さんに挨拶行くんで電車であちこち回るっていう。ええ でその間もやっぱり面白い話を武田さんがなさっていたっていうのはすごく思えていて私もデビュー来年20周年なので、ねね、20年近く前から武田さんを知ってるので <laughs> あらあらさっきもそのオープニングトーク聞いててこの <laughs> 縦板に水のようなしゃべりがもう本当に素晴らしいなって。 ありがとうございます私も一人で聞いてちょっとすごく笑っちゃって声を出して <laughs>、はいいいやいやいや本当に素晴らしく成長された <laughs> そうやって改まって言われるとすごく恥ずかしいですからね。<laughs> で僕はその,あのサインをね書店で回る時にこう覚えてるのは「あの渋谷のね、ええ、渋」っていう字がすごく書きにくいですよねっていう話をしたのをすごく覚えてて <laughs>、ええ、そ,のそれ以降本当に「渋谷の渋」っていう字を書くたびに。 なおさのことを思い出しますすよそうですね,ね<え>あと私はその電車に乗ってる時に仕事をしてるように、ええ、こう電車の中でパソコンをいじっている人たちっていうのは、うん、あれは本当は仕事はしていないんだと話し話を竹田さんが <laughs>、ええ、まあ揶揄、まあ、して、うん、あ,のあれはもうただそのウィンドウを大きくしたり小さくしたりしてるだけで、ええ、電車で仕事をしてるふりをみんなに見せ乗客に見せたいんだと。<laughs> そういう話をしてたのを覚えているので電車で仕事してる人たちを見ると武田さんのことを僕だってその電車の中でパソコンいじってる人は仕事してないっていうエッセー2年前ぐらいに書いてますからずっと思ってるっていうことですねその時だから確か本当にエクセルの幅を調整してるだけの人をたまたま見かけたと思うんです本当に見見たたんんでですすねよ。だからそううい偏見多分 その営業部員として著者に行 <laughs> ってたんでしょうね。ではありますけどね、はいうん、で先日あの毎日新聞と、まあ、TBS ラジオ共同主催の、まあ、結婚とはどういうものかっていうことで、まあ、結婚について考えるイベントっていうのは、ね、あの正方記者とかあの毎日新聞の記者の方とかねこの結婚についていろいろと研究されてる学者さんとかとも、まあ、ご一緒をしたということですけど、まあ、あの時に。 まあ、誰から先に話したかどうかというのはちょっと忘れましたけどその結婚すると、まあ、おめでとうっていうふうにみんな言うけれどもそれは確かにおめでたいのかもしれないけれども別に結婚しなくてもおめでとうじゃないかとか別に誰と一緒に暮らしてようがそれがこう本人が選んだことであるならばおめ,でとうおめでとうだよねっていうようなことをなんかみんなでね話したのをすごく覚えてるんですよねそうですね。 人と暮らしてないでおめでとうとかそういうのも言った方がいいんじゃないかとか、うん、そういう有意義な話ができて本当に良かったですね。うん、であの以前のねその直コーラさんがあのブスの「ブスの自信の持ち方」という、まあ、エッセイ集でこれ読み返してたらちょうど同じようなことをねおっしゃってて「あのまあ、結婚するのはいいこと」っていう価値観を蔓延させるっていうのはこれは差別ではないかと。なぜかかととったら日本ではその例えば同性婚とかが 法的に認められてないのにこう仕事のシーンでもねその結婚した人をこうなんか褒めるというか良かったねっていうようなことを言うのってのは少し待った方がいいのではないかと、まあ、私は他人の結婚を褒めないっていうすごく強く書かれていて<あ>これもまあでもでっずっと直垣さんがある種こう継続しておっしゃってたことなのかなとも思ったんですけどね。そうですね、まあうん、結婚をいいとか悪いとかか悪って他人が 言うっていうのは、まあ、どうかっていうのはあるし、うん、社会的評価にまででつなげちゃうのはやっぱおかしいですよね、うん、実際結婚したくてもできない人もいる社会なのに、えー、まあおかしいな話ですよね、うん、こういうなんかこういわゆる鍵かっこ的なものの中に入っている家族像とかそういう家族の枠組みっていうのはもっと柔軟にあるべきではないのかっていうふうに考え始められた中タイミングみたいなのってあるのかそれとも,もうずっと。 子供の頃からそれこそ思ってたってところがあるんですか。子供の頃から思ってたように思います。武田さんはどうですか。うーん、でもなんか僕はだからその連絡本さんと出会った頃から社に構えてたように。はい。多分なんかこういうものが普通ですっていうふうに言われたら、ちょっとそれを距離も取って。本当にそうなのかなっていうのは思ってたと思いますけどね。子供の頃から社に構えてらっしゃったんですか。<laughs> そういうふうにまとめられると確かに<え>まあそうですね本当におぎゃっと生まれた時から多分一緒に構えてたというふう、えー、には聞いてますけどねミルクとかこんなんおかしいじゃないか、うん、赤ん坊だからミルクだと思われてんじゃないかとかそういうとにかくでもノリで親に聞くと、うん、そのあまり泣かずに <laughs> 泣かずにじっとしてたっていうことは聞いてますから多分なんかあ今こんな感じねっていうことで見てたんじゃないですかそれは今に 今とあんまり変わらなないいかもしれで、まあ、その頃からもう親子関係だとか、えー、家族だとかにもちょっと会議的に見てらっっしゃったんです、うんえー、あでも本当にその例えばこう24時間テレビ的なものって朝から晩まで見てるとすごくその家族っていうのがベースになってたりするような VTR って結構あるじゃないですか、えー、そういうのを見ると「な何何なんでこれでみんなせーのでみんな号泣してるの?」っていうことは思ったりよくしてましたね。<ー>うん でそういうとこでこう画面でみんな泣いてんだけど泣いてないひ一人とかいるじゃないですか、えー、そういうのを見たらあこの人すごくいいなっていう <laughs> あそこ,、ね、ことを思ったりしましたけど、まあ、そういうご経験はさん私はまあそういう時はちゃんと泣く方かもしれないですね。 ああでも私はその、まあ、いろんなことに懐疑的であるんですけど、うん、そういうふうに言っときながらも結局のところはまあいわゆる結婚をして、うん、子供を今育児3歳7歳を育てたりするんで、えー、まあ武田さんからすると、うん、をしててるじゃななないかいやそんなことは別に思ってないですけどね <laughs> 世間に混ざってるじゃないかっていう、えー、ところはあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ武田さんがそういうふうに社人構えてらっしゃるのに。えー 私の子供をがぶってる保育園の園長先生が竹田砂鉄が好きだってことをすごい言っててで他の保護者からも竹田砂鉄が好きだっていう大丈夫ですかその局地的な人気ありがたいお話ですけどねそうですね意外とそのまあいわゆる育児とかしてて保守的に見える人からもすごい 疲れててるっていう謎の人気がありま謎のいやでも僕はその古屋、まあ、さんそこはある種意見は合うと思うんですが<え>別にその普通とされている枠組みの中に入っちゃいけないぞっていうことではなくてそこに入るにしても入らないにしてもそこにこう自分で主体的にそこに行けてるのか誰かに制限されてないのかっていうところが多分。 ポイントななのかなとは思うんですけどねそうですね、うんでまあ、その主体的に入っていっても馴染んでるわけじゃなくて、えー、いろんな思いを抱えながら、まあ、やってる人っていうのも意外と多いんですよね。うん、人から見るとあの人すごい馴染んでるって見えても、うん、なんかいろいろそのいわゆるルールとかマナーに懐疑的だったり、うん、それでいながらちょっと合わせてうまくやってたりって人は、うん、まあ育児とかしてるとそういう人が意外に まあ、人から見ると保守的なけど、うん、意外と社に構えてるみたいな人は結構いるんだなというのは、まあ、でも直倉さんねこのね「指先からそうだ」っていうエッセイ集読んで、うん、結構直倉さんも高校時代ちょっと読むとですね「高校時代無意味なところで尖ってた」と「文化祭の準備を手伝わなくて白い目で見られたこともあったし球技大会の試合をボイコットしてクラスメートに呼び出されて怒られたこともある」と「当時の私の言い分はこうだ」と。 みんんな学校に踊らされてるんだよと先生から言われる通りにイベントをやって何が楽しいんだみんな自分というものを持ってないのもっと個人を大事に大,大事にしないよと結構これロロックンーーラーみたいな感じでですよね強気でそうですね、うん、まあそのイベントっていうものを全部なんかやらされてるっていうのを10代の頃思ってた記憶ありますねと、うん、今なんか読み上げられてみるとあ,、えー、あそんなこと書いたんだって思ったので。 今もしかしたらすごい大人になっちゃったのかもしれないですね。ああそれはどう,どういう心境なんですかその昔尖っっっててたたの失しまった私はとはと思わないいやーなんだろうよかったなっていう、ね、<laughs> そんな時もあって今はこうなっ多分ひねくれながらもイベントに参加したりとかっていうのは、ええ、できるからその方がまあ面白くありますよねああ過ごしていて。はははいはい、はい まあでもその考え方って当然流動的ですし、別にそれをこう必ずこうでなければならないってことはもちろんないわけですもんね。そうですね。だから面白いですね。うん、またなんかおじいさんとかおばあさんになったときに、うん、まあこんなイベントやれないって老人ホームで思うのかもしれないし、うん、私はここで一人一人でいさせてもらうよっていう風になっても当然もちろんない,いわけですもんね。そうですね。そうですね。だから面白いですね。うん、これから先も。うん、まあなおこらさんは結構その本のねプロフィールのところに、うん。 その自分の目標は誰にでも分かる言葉で誰にも書けない文章を書くっていうふうに書かれていて、うん、これはすごく素敵なフレーズだなというふうに思うんですけどこれはまあ文字通りといえば文字通りなんでしょうけれどどういう,こう思いを込めてるんですかこの目標については、うん、私はもう本当に純粋に文章を書くのが好きで。うん でまあ、本当に本を読むのが好きで書くのが好きで、うん、国語勉強して、まあ、国語しかできなかったんですけどね勉強っていうものが<ー>それで作家になったんであの文章を書くのはすごい好きなんですよ。うん、でなんかすごい不思議なもんだなってなんか文章って誰が書いたかっていうのがすごいわかるじゃないですか<ー>言葉っていうものは大体同じような言葉をみんな使ってんのに、うん、文章にすると あの人だみたいな感じがあるっていうのがすごい不思議だなっていうのを思っていてだからまあその誰にも書けない文章っていうのはまあ別に頑張らなくても書けると思うんですけどまあその不思議さに挑みたいあとまあできるだけ分かりやすくっていうのはまあその,あのまあそれは多分好みだったもんですけど分かりにくい文章っていうのが私のあんまり好みじゃないから分かりやすさに向かって 努力して文章を研ぎ澄ましていこうっていう方向でこう作家として成長していきたいなっていうのはまあ野心としてあるんです。ちなみにはいでしょうか滝田さんの野心は何なんですか。私の野心ですか。あのねずっとやってるっていうことですね。ずっとやってる。あの人ずっとやってるなっていうのが割と野心としてありますよ。それはあの別にこういう喋る仕事だけじゃなくて文章を書く仕事にしてもやっぱり今すごくこう いろんなスパンが短くなって、ええ、その物陰にしても、まあこういう喋る仕事もそうだと思うんですけど、うん、すごくスパン短いじゃないですか。<う>で、どん,どんどんどん新しい人出てきてっていうのが良しとされ過ぎてるようなところがあって、かなんかあのあうあまだやってんなの人っていうのには到達するにやっぱり多分10年20年かかると思うんですけど、うそういうのなんかご文章を 書く上でやっていきたいなというふうには<ー>思うんですよねなんか最初ライターの竹田砂鉄ですって自己紹介なさっていて、うんはい、あライターなんだなっていうのをしみじみ思ったんですけど、ええ、しみじみ思いましたなんか喋る仕事もすごいもう今はすごい本当にこなしてらっしゃっていやいやどこに行くんだろうっていうのはすごく思うんですよね、ええ、で目指す場所みたいなものがあるのかなってでもそれは僕は まあさんと、ねまあ、直接の編集者ではないですけど、まあ、直接的な編集者の隣で僕はよく見てましたけどその作家が書くものを別に編集者がこっちに来なさいっていうふうに引っ張り出すわけではないけどその目の前にいる編集者といろいろディスカッションすることによって書くものがどっかに動いてったり硬、うん、いものがほぐれてったり柔らかすぎたものがきちっと固まったりするみたいなことってあるじゃないですか。そそれだかからのの目の前にに誰がいるかによって 自分が連れてかれる場所って変わるわるけじゃないですか、はい、それでまあ自分は別に小説書いてるわけじゃないですけど<っ>誰が目の前に来るかによって書くものってのも微妙に変わってたりするから,<ー>からその人にどっか連れてってもらったらそれはそれでいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで<ー>だからあんまりこれを書きたいいってのもあんんまないんですよね<ー>、うん、それを感覚って、まあ、今僕が本当にお会いしてたのって結構本当に作家デビューされて。 2年3年4年ぐらいの時だったと思うんですけど、まあ、それこそもうすぐ20年迎えるってなるとそのあたりの感覚って変わりましたつまり編集者とのこう付き合い方というのかその自分が書きたいものがものすごくピシッと固まってるのかそれとも目の前にいる人と一緒に作り上げていく感じがあるのか ああでもなんか今その武田さんがおっしゃったことは今しみじみと分かる気はして、うん、やはり若かった時はなんかそのでいてるよううな気持ちがあったと思うんですよ、うん、ですも今はやはりその今の時代にこの場所で書いていて違う人たちと関わっていた違うものを書いていただろうっていうのを思うと結局はその今の人たちに っていうものから切り離せないなっていうのはすごい思うんです、うんはい、だからそれはもう源氏物語も多分一緒でとつなげちゃうんですけど、うん、すいませんこっちが導くべきところをそっちでやっていただい源氏 <laughs>、はい、物語っていうのも千年の間ずっと読み継がれてきたんですけど、はいうん、それもおそらくあの時代とか場所とかっていうものからは離れられなくってただ浮遊してひらりひらりとテキストが千年後に届いたわけじゃなくって、うん、誰かしらが読んでこれはこう読むよねって、うん でまあ、例えば「夕顔」とかそういうヒロインの名前とかも原作には書いてないんですけど、えー、読者がつけて、うん、だから読者によってあのそのそ次の時代の人が読むものを決めたりしてた、うん、どういうふうに読まれるかを考えていた、うん、書き写したりする時に語尾をちょっと変えたりとかもして、うん、みんなで作品参加をしてきたんだと思うんです、うん、それはテキストを汚したわけじゃなくてやっぱりその時代時代ごとの読み方があったんだろうな で、その時代から離れた読書っていうのはできないんだろうっていうのをすごく思うんですよ。うん、だから、まあ、今の時代での読み方を源氏物語の今の時代の読み方を見つけて、うん、未来の源氏物語の読者に繋げたいと思って、うん、あの私は最近その源氏物語の仕事をしてたんですけど、うん、まあ源氏物語じゃない文章、書生とか小説でも、うん、やっぱりその今の時代から気に払わされして個人で なんか自分の理想を追求してて作りますって仕事じゃないんんだと思うんですよ、うん、やっぱり今の家族とか友達とかに言語能力をこう研ぎ澄ましてもらって、うん、えっと文章を書いていくんだと、まあ、編集者さんもそうだし、うん、だからなんかその一人じゃないんだあとまあ冬んだろう <laughs> その自分で目標を決めるわけじゃなくて、うん、こう時代とか周りの人に導かれてどっかに行く旅みたいなものなんだって まあ、それが文学なんだ <laughs>、うん。何をそんなに。そんなに。かっこよくなかったですか。いや、今、自分のかっこよさに笑ってすかあ。るそうですね、はいうん。いや、でも、そうですね。おっしゃる通りですよね。ええ、でもその、まあ、今回ね、その未来の源氏物語っていう本出されて。まあ、源氏物語って、まあ、先ほど、直子さんおっしゃってたけれども。一千年前の物語がどういうものだ、物語だったのかっていうの。をこちらが、こう、振り返るように。こう、アクセスしていくっていうのが。うんうん、なんとなく、これ、今までの語られ方だったんですけども。 まあ未来の源氏物語っていうタイトルにあるようにまあ今そしてこれからどういうふうに読まれていくんだろうかっていうことを考えた時にまあそれこそこれ帯にねいろいろ言葉としてルッキーズムロリコンマザコンホモソーシャル貧困マウンティングトロフィーワイフ性暴力とかいろいろなそのある種現代的なテーマにこ,うこっち側にた手繰り寄せるというふうに言い方が正しいのか分かりませんけれどもそういうような書き方をされたとで名古屋さんもずっとあの大学の頃から卒論 源氏物語で書かれていてい今回こういうふうにまたそれこそじゃあ20年ぶりぐらいにこういうふうに「源氏物語」にまたもう一回アプローチするっていう時には、まあ、今先ほどおっしゃってたようなアプローチでもやろうというふうにもう最初から決めてたわけですかその現代の今,今読み直してまたそれを未来につなげるっていう感覚を大事にしたいと思ったんですかね。そうですね源氏物語を、うん まあ多くの人が、まあ、日本の人は、まあ、学生時代に教科書で出会ったり、うん、受験勉強で結構やったりっていうのをすると思うんですけど私もそんな感じで出会っていて、うん、まあなんかもやもやと何かおかしいみたいなのがあったんですよね、うん、でもやっぱり自分ではその若い頃は言語化できなくって、うん、でまあ大学で平和文学やって卒論無限寺やったんでまあその,あの思ってること書いたんですけど、うん、その時も なんかその研究、なんて言ったらいいんですかね。研究界隈の人たちはどう言ったらいいのか、うん、まあどう言ったらいいのかな。まあおじさんっぽいっていうか、うん、あのまあどう考えても性暴力であることを性暴力とは言ってなくて、うん、あの純愛というかキ、ね、ュアな恋愛感情というふうに変換してると。でね、ええ、で本人もそう、うん、そう望んでそうしたから、うん、あの。 まあ他に相手がいるのに裏切ったんだみたいな読み方をしてるんだけど、うん、でもテキスト原文を読んでもなんかそ,そういう気持ちがあるようには読めなかったりするんですよ、うん。やっぱり無理やりされていて何がま,あまだ少女だったりその何が起こったのか分かんない、うん、みたいな感じで書かれてるのにその後はなんかその <laughs> えっと裏切った罪深い女みたいになったりしてちょっとまあモヤモヤとでもやでもやと。 あの学生時代に何かおかしいモヤモヤっていうのを思ってたと思うんですよね、うん、で私もそういうのがあってでおそらくそのまあ20年ぐらいたってえー、っと多分 SNS とかで小さいあの違和感とかモヤモヤとかを言葉にする人が多くなってきて「源氏、うん、物語」自体のそういうことを見たことはなかったんですけど。 あのあそれもモヤモヤと思っていいんだ性暴力って言っていいんだとか、うん、いうのがだんだんみんな言えるようになってきてでそれで「源、ま、氏、あ、物語」についてエッセイを書きませんかっていう、うんまあ、依頼をもらった時にあじゃあその現代社会ならではの読み方をやりたいっていうのを、うんまあ、編集者さんに言ったんですけどなんかそれがお茶の雑誌だったんですよ、ええ、茶道の。 でそこの茶道の,のお茶の雑誌で連載するから、うん、なんかお茶の100歳のお茶の先生も読むから、うん、あの伝わらないかもしれないって<ー>言われてそれでものすごく怒られるかもしれないから、はい、丁寧に書こう、うん、と思ってすごく丁寧に書いたんです。うん、でうまく書けたなって思いました。 社会規範の壁っていうのをどういうふうに、まあ、乗り越えるかっていう仕事っていうのはこういう古典文学に対してあまりやられてこなかったっていうのことをお書きになっていて、うん、でもそのともすれば、まあ、例えばそのこの本に「あの源氏物語」に書かれている内容が「いやこれ性暴力でしょ」うとか「これロリコンじゃないのルッキズムとしてどうなの」っていう箇所も「いやでもそれまあ1,000年前のだからさ」っていう言葉を言われた時に「うん、いやでも、まあ、名古屋さんでもこれを今。 あの読んでその今の社会規範からどういうふうにそれを読み解いていくかっていう作業が、まあ、必要なんだっていうふうにおっしゃってるわけですけどうん、うん、でもそのいや1,000年前だよっていうものに、うん、こういうこのある種乱暴な意見に対してはどういうふうに向き合うというのかそれこそ乗り越えようっていう感覚があったわけですか 誰と出会うかによって、うん、あの出てくる言葉とかが変わっていくから、うん、まあどこに行くか分からないって感じのことをおっしゃってましたけど、うん、やはり言葉っていうのは人と人との間にあるもので<ー>あのこれで決定みたいなもんじゃないと思うんですよ、うん、だから現物語ももももそんんななに作者のののののじゃないとと思うでです、うん、今の私たちのものでもあると思う、うん、だからあの読む時に平安時代の人だったらどう読むかっていう読み方をしないで、うん、今の私が 読読むんんんだっていいいうう気持ちで読んででいいと思うんですよ、うん、でそうじゃないと未来にはつなげられないと思う。うん、だって未来の人はもっと人権意識が強くなるはずで、うん、あのもっと抵抗感が強くなる。ええ、性暴力だとか、うん、まあ性差別もあるし、うん、ルッキズムもあるし、まあ、不倫の話とかいっぱいあるんですけど、うん、もっと抵抗感が強くなるはずなんだから今の私たちがどう読むかっていうのをまあ 作っていいかないと、うん、そのさらに1,000年後につなげられるかがちょっと分かんないから、うん、そのやっぱり人と人との間にあるたとえ本の形になっていても人と人のとの間にあるものなんだ、うん、だからこうテキストが印刷されてるかってこれで決定じゃないんだと思うんですよ。もっとか読み手のものっていうか、うん、だからあのなんだろう。 1,000年前の基準で読みましょうっていうのはちょっと勉強じゃないいって私は思います、うん、今の私たちが読みましょうっていうもっとこう主体性を持って読書をしていきたいっていうのをちょっと提案したいです、ねうんうんまあ、今回のこの5本の中にも別にここに書かれたことうん、うん、山崎さん直倉さんが書いたものが別にこれが答えですよってことではなくて、えー、まあ文章としてはこの実は文学には目指すところも答えもありませんと。 ただのの旅なのです、はい、まあどんなにモラルが変化して多様性の需要が進んでマナーが浸透しても答えが出ることはないし旅が終わることもありませんというとこれはもう10年後50年後100年後1000年後「源氏物語」がどう読まれるかっていうのは当然自分たちには分からないわけででもこの現在地点でナオコラさんがこういうふうに読んだでもこれは当然5年後10年後ナオコラさんの中でも変化していくし捉えられ方も 当然変化してっていいといっととうことなわけですよ、ねはい、そ,うですその「源氏物語」の読み方のエッセーではあるんですけど、うん、別にあのこう読みましょうっていう教科書ではなくて、えー、提案なんです。うん、であと「ここに差別がありますよね」っていうのも批判ではなくって、うんあので「ここに差別がある」っていうのは、まあ、まず認識したいですよねって。でじゃあどう読んだらいいんだろうっていうのを考えていきませんか、うん っていうようよなことで、うん、まあ基本的にやっぱり「源氏物語」面白いし、うん、楽しみたいって思っていてその差別が出てくるからじゃあ批判とか、うん、私は差別しないですよこの作品は差別してるからこれおかしいと思ってますよ、うん、なくしましょうって話では全くない、うん、私も差別をするしあのみんなも差別をすると思うんです。うんうん、でそれは別にその、まあ、時代が進んでいったら人権意識は進むけどでもでもあのうんと。 古いい人間だから差別すするってででもないと思うんですよ、うん、やっぱり差別ってものはあるものだっていうどんな人の中にもあるものだっていうのをまず思った方が、うん、あの人を傷つけてしまうリスクはなくなると思うので、うん、あるねっていうのはやっぱり思った方がいいし、うん、ここにあるねって思いながら読んだ方がいいっていうのは思うんです。うん、だからそうですよだからこの いやもうこんな作品今ダメだよはいバッテンっていうことでは当然なくてこの作品をこう体感しながらもこの今読むことでのこう着眼点みたいなものを増やしていってそれをこう未来に渡していくっていうこれはだから本当にありとあらゆる古典文学とか文学に本来こうなされ続けるべきことではあるわけですよね、うん。そうですすねやははりその現代社会を生きててるってことはすごく、うん 面白いことだなっていうのを私は思っていて、うん、その横のつながりもすごくあるじゃないですか。はい、で、武田さんもすごく現代社会について書かれてらっしゃるから、えー、どうですか？どうですか？<laughs> <laughs> 今の時代って、ね、今日なんかそのパーソナルパーソナリティモードで行きたいっていう尚子さんの何かがあるんですか？全然構いませんけど、モードではないんモードではないけど、えー、あのいろいろ質問してみた方が、えー、リスナーの方も。 そうですね、武田さんのこともっと知りたいかもしれないから。ええ、保育園の先生に持って帰ってください、ね <laughs> <laughs> 多分、はい、<laughs> ええ、先生方にも受けると思うんで、そうですね現そう、現代社会についていろいろ書かれてるから、はいうん、やはりその今の時代を生きる楽しさとか、面白さみたいなものは感じてらっしゃるんじゃないかなっていうのを、私は思ったんですけど、うんうんうん、そうですね、あの、なんかさっきの話にもちょっとつながりますけど、 まあ僕はあの以前「分かりやすさの罪」っていうタイトルの本を出してまあ世の中がどん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 こう分かりやすくなっていく中にどうやって複雑性を残すかみたいなことを結構書いてたんですよね。それはもうここ数年ずっと本を出した後も考え続けているところでまあさっきの「のの君たちはどう生きるか」の話にもちょっと関わってきますけど何かよく分かんないとか考え方がこう一つにまとまらないとか。 さんこう言ってるけど僕こう思うけどなって言った時に別にこうなんかそこでピリピリバーサス関係にするんじゃなくてもうそのままにしとくっていうかコラ<ー>さんめっちゃそれについて考えてこっちもめっちゃこれについて考えてるうん、うん、じゃあこ,これでよくないっていう状況を今どういうふうに作れるかなっていうことは思いますよね今やっぱそれがないじゃないですかコラ、ねうん、さんはあの映画に5点つけた僕は1点だったなんでお前5点なんだなんであんた1点なのっていうんじゃなくて5点。 ああええーうん、っていう状況にするっていうのがどうしたらできるのかなと思ってますけどね。とい、ええ、うか、ん、でもなかなか今作りにくい社会にはなってるのかなと思いますけどね。そうですねなんか皆さん理解って言葉をすごく好きで、うんええ、なんか理解しないままでも共存ができるんじゃないかなっていうのは<ー>私は結構思っていて、うんまあ、私結構その、まあ、未来の源氏物語って本もそうなんですけど、うん、なんか 差別がとかジェンダーがっていうことをよく書きがちなんですけど、うん、そうするとなんかもっと知っていかないといけませんねとか、うん、その自分とは違う少数派の人を知っていかないといけませんねとかそういうなんだろう感想というかことを言われることが多いんですけど、うんまあ、知るのも大事かもしれないけど知らなくても、うん、あのいけるんじゃないか。うん、あのなんて言ううだろう よく知らないとそこに触れないとか、うん、あのその話できないみたいに思われがちでだから自分にあんまりその、まあ、差別とか少数派に関して知,ら知識持ってないって人がただただ触らないってことがすごく多いと思うんですよただ自分はあんまり知らないからその話題にはちょっと触りませんみたいな人がすごく多い気がして、うん、いや知らなくてもいいんですよと思う、うん、し知らない人をそのなんてうんだろうバッシングするのもよくないと思うんです。うん 知らないってだけなんだから、うん、だから知らなくてもただ共存するっていうところをもっと求めていった方がうまくやれるんじゃないかなっていうのは思います。うんうん、そうですねだからそこでいやもう知らなくていいから考えないよっていうことじゃなくて、うん、し私は知らないのかもしれないでもそれについて考えたりするっていうことの繰り返しが必要だったことですよね。そ、うん、そうですねれは本当になんか でもそれこそやっぱり小説読んだりするとそこにやっぱり自分の知らない世界人間の振る舞いみたいなものがあってそれについて別に賛同する賛同しない両方ありながらもその物語をこう体感するわけじゃないですかそうすると気づくとなんか自分の価値観みたいなものが、まあ、広がってたりっていうことがあるわけですもんねその繰り返しは本当に必要だなと思いますけどこれなおこらさん的には最終的にこの「 現地物語ご自身で全部訳したいなんていう思いもあるみたいですね。野心があります。野心がありますか。ええ。それはなんか別に現時点で見取り図がなくてもいいんですが、こういうものにしたいっていうのあったりするんですか。まあ性別がない現地物語を<ー>書きたいっていうのと、うん、あとその最後のヒロインが恋愛をやめて出家するんですけど、うん、そのラストの後の。 恋愛しない日常を現代小説で書きたいってぱりますあ、まあ、今回のね未来の源氏物語の中にも少しこうパートパートでご自身のナオコ子浦役というのが書かれてますけどそこもやっぱりこうどちらかというとこう性別を意識するものではない役し方っていうのをされてますもんね。 ここやっぱ心がけてらっしゃるんですかね薬師ときにそうですねでもなんかもっと本気でやってみたくって、うん、もっと勉強したいなっていうのは思ってます、うん、でもなんかちょっともっと武田さんの野心も聞き出したかったんですけど、うん、いやいやいや t o d a y ゲストはそちらですからねいやいや あじゃあ私の野心にも聞く機会はまたどこかと <laughs> <laughs> いうことでえー、そろそろお時間でございます今日紹介しました未来の源氏物語は炭鉱者から発売中です尚子らさん本日はありがとうございました楽しかったですありがとうございました はいといととうこでなぜかこうパーソナリティモードできたというちょっとびっくりしてしまいましたけどやっぱりうこう直コーラさんの指摘っていうのはなんかこれねいつも鋭いところを指してくるんですよねそれは本当に20年前にあの書店営業をご一緒してあの電車移動した時から本当に変わらないなというふうに思いますけどこの未来の源氏物語の観光にあたってということでねちょっと冊子が含まれあの挟まれていてそこに直コーラさんの言葉として。 えー、私は現代小説を書く作家になりましていろいろと仕事をするうちに自分は人間が一人っきりで認識されないことが気になって仕方がないたちで自分の一生はそれにささげなくてはならないということが分かってきましたと、えー、勝手なくくりで人を見るのはやめようといった雰囲気の言葉があちこちでささやかれるようになってきましたと、まあ、その時に、まあ、紫式部のことを思って、まあ、今回の「源氏物語」まあ、どういうふうに読む現代ならば どういう読み方があるのかっていうのを探っていきたいということで、まあ、この未来の「源氏物語」書かれたということなんでねあの源氏物語これまで読んだことないっていう方でもぜひこの現在今ここに座って立ってどういうふうにこの物語を読み解くのかっていう意味ではあの読んでなくてもですねあのこの名古屋さんの本自体は読み進められると思いますんでねぜひ手に取ってほしいなというふうに思います。えー、ラジオネーム合言葉ははは B 二さささんんんん武田じめましてこんばんはと 今日放送のラビットにジャングルポケットの斉藤さんが出ていました。今日発売の写真週刊誌に斉藤さんの不倫疑惑の記事が載っていましたと。なので今日のラビットの中でそれについての説明が行われるのではと思い番組を見たのですが不倫疑惑についての説明はなかったのですごくがっかりしましたと。ラビットを見るのをやめようと思いますと。同時にラビットを仕切りにしてザタイムを朝9時55分まで延長するようにしてもらいたいですというなんだかすごい強いメールが来ましたけどね。 まあこの未来の「源氏物語」も不倫等々の話っていうのはよく出ますけれどもなんで僕はその個人の不倫の話をあの公の場で話さなければいけないのか説明しなければいけないのかというのが本当によくわからないんですね。別にこの斎藤さんが実際にどうだったかどうっていうのはよく分かりませんけれども別にそれはあの彼の家族の中で済ませればいい話であって公に向かって。 それを話題にしたり説明するしたりする必要はないのではないかなと、まあ、この斉藤さんだけじゃなくてその前のね、まあ、いろんな広瀬さんのこともありましたけどもそういった報道が出るたびに思いますけれどもねラジオネームメガネっ子さん、えー、現在夫と二人暮らしです賃貸のアパートの家賃がもったいないのでそろそろマンションを買った方がいいのかなと物件の内覧をしているんですがとにかく値段が想像以上に高いと特に高級住宅地とかタワーマンションを見ているわけでもないのに 高すぎて買える気がとてもしませんと。気に入った物件を買えるとしてもその後ローン地獄が待ってると思うと購入するのになかなか勇気が出ないです公営住宅がもっとあればいいのにと考えてしまいますと舘さんは賃貸派だったような気がするんですが家についてはどんな考えを持ってますかとよければ教えてくださいと、まあ、確かにそうですねあの僕もずっと賃貸ですけどなんかこうここの場所からちょっと移りたいなっていうふうに思った思う瞬間が。 いつかやってくるんじゃないかと思うとなかなか家を買うっていうこともできませんし、まあ、そもそもこのフリーランスでやってますとねなかなか社会的な信頼を得られないのでローンが組めないなんていうこともありますけど、まあ、今喫緊の課題としてはちょっと仕事部屋が狭くなってきてもう本が山積みになってるんでなんとなくもうちょっと広い部屋がないかなというふうに探してるんですがまあ、いずれにせよ賃貸だとは思いますけどもね。 メールは放送終了後にプレキンナイトの公式 YouTube で配信されるアフタートークでも紹介します。 東京海上日動の最新ライト。さて選挙コーナーですが、水曜日の朝日新聞にね載ってたんですが、インバウンド需要が復,帰したと復活したということで、訪日客の波は飲食や買い物にとどまらない、サンリオピーロランドに入場者数占める訪日客の割合が12%とコロナ前の2倍に増えたと、のその理由の一つがですね、 人気ラッパーカニエ・ウエストが来園したことを SNS で発信した効果が背景にあると思われるとそんなにカニエ・ウエスト来ると効果があるんだといううびっくりしたんですけどちょっと頭で引っかかったのが、ね、以前あのカニエ・ウエストがメタルバンドの T シャツを着たらですねそのメタルバンドが苦言を呈したということがありましてそれが2016年テスタメントというバンドのギタリストアレックス・スコルニックがですねあのテスタメントの T シャツを着たカニエ・ウエストに対してすごく怒ってんですね。 あの、そんな軽い気持ちで着るんじゃないよと。とポップカルチャーの連中はメタルのことなんて知らないだろう。っていう風に噛みついたとやっぱり噛みついちゃいけませんね。やっぱりちゃんとあのこういうのはね。ありがとう。っていう風うに言っとくべきでしょう。良くないです。やっぱり広い心でメタルバンドを受け止めてほしいと思いますんでまあ、今日はカニエウエストじゃなくて、そのテスタメントの方を聞きましょうね。<laughs> 聞いてください。テスタメントでドリームディシーバーです。 武田砂鉄のプレキンナイト。生放送でお送りしている武田砂鉄のプレキンナイト、時刻は11時になりました。この後は講談社プレゼンツ金曜開店、砂鉄道書店です。 内容を読み解きながら、ああだ、こうだ、考えてみよう、という企画でございます。今週は、坂井壮平さんの硫黄島上陸。友軍は地下にありを紹介していきます。えー、著者の坂井さんは、1976年生まれ。北海道出身の北海道新聞記者で、記者として様々な取材を重ねながら、硫黄島に計4回渡り。 そのうち3回は政府派遣の硫黄島戦没者遺骨収集団のボランティアとして参加その経験を踏まえた上で書き上げた初めての著作になりますえ、まあ、先日8月15日で終戦敗戦から78年が経過しましたけれども酒井さんの本の帯の裏側には戦争はまだ終わっていないというふうに書かれています、まあ、どういうことなのか本の表側にはですね帯の表側には日本兵1万人が未だ行方不明の謎 滑走路下にいるのか、それとも4度上陸し、日米の機密文書も徹底調査。新聞記者が執念でたどり着いた真実というふうに書かれてます。で、この酒井さんのおじい様がですね。戦争当時、小笠原諸島にある父島で硫黄島からの電報を受け取る側の兵士だったそうで、まあ、その祖父の思いを受け止めるように取材を始めていくんですね。で、この硫、黄島の戦いでは？ 2万3000人の兵士のうち戦死者は2万2000人、ですから、まあ、実に95%の致死率に達していたと、酒井さんのおじいさまは、硫黄島の通信部隊から、まあ、膨大な電報を受け取っていたと、まあ、戦没者のですねこの2万人のうち、今なお1万人が見つかっていないと、まあ、そういう中で、まあ、祖父の戦友ともいえる戦没者の遺骨を本土に返したいと、こういう思いを持って、ですね政府派遣の遺骨収集団への参加を模索し続けてきたんですね。 でまあ、ある同僚からはですね、まあ、お前のやってることは所詮骨だろといい年した記者なんだから取材の優先順位ぐらい分かって仕事をしろよなんて言われることもあったと、まあ、この言葉を常に思い出してまあ所詮骨だろとは何だと、まあ、戦争が生み出すのは悲劇だけであって、まあ、その悲劇を後世に伝えなくちゃいけないその問題を報じなきゃいけないこういうふうに繰り返し誓ってきたそうなんですね。 妖島の戦いというのは一般的にです、ね、太平洋戦争末期の1945年2月19日から3月26日までの36日間の地上戦のことで妖、まあ、島の飛行場を、えー、占領してです、ねまあ、日本本土爆撃を進めたいアメリカ軍と、まあ、少しでもその飛行場を長く死守したい日本軍との戦いを指すもので、まあ、組織的な戦争が終わってもです、ね、生存兵の多くは、えー、投降せずに地下壕にこもって 川のない渇水の島で喉の渇きにもがきながら亡くなっていったと、でこの遺骨収集作業というのはずっと続けられてきたんですけれども、まあ、毎年おおむね4回行われてきた、でこの遺骨収集作業というのは、とにかくこう暑さとかです、ね、寒さとの戦いで、この豪雨の中に入っていくものの、長時間の作業というのはできないし、まあ、有毒ガス,ガスが発生する危険性もあったとで、そこには当然ですが、銃弾とか砲弾、手榴弾っ弾というのが埋まっている可能性もある。 この出土品の中にはですねヘルメット、水筒なんかに合わせて古銭、まあ、古いお金ですねこれが多く見つかったと、でそれは5銭と10銭の硬貨ばかりだったと、でなんで5銭と10銭ばかりだったのかというと、それはですね視線と苦戦を超えて無事に乗り越えて帰ってきてほしいという、まあ、家族の思いが込められたものだったと、つまり視線を超えて5銭、えー、苦戦を超えて10銭、まあ、そういう思いが込められていたということなんですね。 でまあ、先ほども言ったように1万人が見つかっていないとでもこの著者が参加した遺骨、ね、収集の班で収容した遺骨は4柱だけだったとでそこで思ったのはこの現場では誰一人手を抜くことなく汗と土にまみれながら捜索に全力を尽くしていると、まあ、にもかかわらずなぜこれだけしか見つからないんだろうとこういう疑問だったというんですねでこの遺族たちが長年唱えていた仮説というのが滑走路の下に遺骨が残ってるんじゃないかっていう説で 日米の軍用機が発着することを理由にですね戦後一度も本格的な調査が行われなかった滑走路の下には、まあ、大勢の兵士が眠っているんじゃないかというものなんですね。で滑走路は全長2 6 5 0ルで幅が6 0ルアメリカ軍がですね戦闘中に重機で一気にこう土砂を持って平地にしてコンクリートで地面を覆って造成をして1968年に日本日政権が返還されてからは 自衛隊が使用していてアメリカ軍も訓練で利用しているとでこの滑走路の下に遺骨が残存しているんじゃないかという説がありまして、まあ、その説2つあって、まあ、1つは「い級目説」ですねアメリカ軍が急ごしらえで滑走路を作った時に、まあ、中に日本兵が入ったままですね銃器で塞がれた号というのが少なくないんじゃないかとでもう1つは「集団埋葬説」この島の中央部が起伏がある地形だったのでくぼんだ部分に土を持って こう土地を整える際にです、ね、多くの遺体を埋めたんじゃないかと、まあ、この2つの検証に向けて2012年政府もようやく動き出したと、まあ、2018年にはこの滑走路の下にある通称「1」という号で遺骨が発見されたただまあこの地下号での作業っていうのはあらゆるリスクがあってなかなか進まないこの坂井さんも2週間にわたって調査をして地下16メートルまで潜入したけれどもその「1」からは発見されなかったと。 で実際にこの発掘作業を体験した酒井さんはですね、まあ、終戦からこれまでの遺骨収集が一体どういうふうに行われてきたのかっていうこの歴史も調べ始めるんですねこの海外で亡くなった戦没者への対応っていうのは、まあ、何度も戦争を重ねてきた中でその都度変わってきたと、まあ、そうするとですねこの硫黄島の遺骨収集の難しさ多くの遺骨が行方不明になっている理由というのも見えてきたというんですねでこの硫黄島の遺骨に関する最古の報告書というのが 1952年のもので手書きで全56ページもあると戦後7年後の用途について焦土と化した島に、まあ、アメリカ軍が大量にです、ね、種子をまいてジャングル化させたとそしてアメリカ軍による土地開発が行われてあちこちにあった洞窟を塞いでしまったとその報告書でもです、ねまあ、実態が明らかになっているとは言えないとこういう部分もあって、まあ、それはやっぱりですね遺族感情に配慮をしてそこで目にした遺骨の 情報についてはあるいはアメリカ側への忖度というのもあって、まあ、それがセンセーショナルな報道につながらないように、まあ、そういう報告つながるような報告というのはできなかったんじゃないかとこういうことを書かれているんですねでそして同時にです、ねまあ、そもそも日本政府が遺骨収集に本腰を入れてこなかったという実態も見えてくるんですね1953年に行われた遺骨収集事業が次に行われるのが1968年。 まあ当然この15年の間にこの豪雨の多くが塞がれてしまうわけですねで。同時に時の経過によって生還者の証言というのも誤りになってくるとでその他の理由も探られてまして報告書を読み解いていくとですね、まあ、一つの問題が浮上してくるそれが硫黄島はアメリカ軍が核兵器を隠す秘密基地だったんだという歴史なんですね。まあ、この歴史からあまりにも多くのことが見えてくる、まあ、そして辻褄つまがあってくる、まあ、それぜひですねこの本を読んでほしいんですが、まあ、戦後島民が不在になった硫黄島はですね 時代を追うごとに軍事的な価値が高まっていくとそして2000年に入るとある密約が明らかになるそれが1968年の小笠原諸島返還で有事の際は小笠原にアメリカ軍の核兵器を貯蔵することを日本政府が事実上黙認するという秘密了解を結んでいたというものなんですねでこの秘密了解について様々な文献調査と取材で明らかにされていくんですが、まあ、とにかく用途ってのは、まあ、戦後も米国ファーストアメリカファーストのものになっていったと そそもそもですね硫黄島には戦局が悪化する前には1,000人以上の島民が住んでいらして本土への疎開を強いられていたとで戦争が終わると父島とか母島とかには島に帰ることが認められたんだけれども硫黄島は認められなかった、まあ、旧島民たち当然ですが国に再居住を求める運動を始めたんですけれどもやっぱりこう第一世のですね高齢化によって下火になっていくと、まあ、1952年度に始まって70年が経ったこの硫黄島の戦没者の 遺骨収集においてですね実は飛躍的な成果を上げたのが民主党政権下だったこういう事実も見えてくるんですが、まあ、この戦争を分かりやすい物語として語る人あるいはこう美談のように語る人の中にはですね硫黄島での日本兵についても、まあ、その話の中に組み込むっていうこともあるんですけれどもなんでまだそこに日本兵がそのまま眠ったままになっているのかそしてそこで暮らしていた人たちが 戻ることさえできずにですね年を重ねて、まあ、戻ることなく命を終えていると、まあ、こういう問題矛盾をやっぱり直視しなければいけないというふうに強く感じますね、まあ、歴史をたどるというよりも、まあ、これ本当に今の問題でそしてこの語り部たちが次々といなくなっている中で硫黄島に眠る日本兵その遺骨が語るもの語ろうとしていることは何なのかと、まあ、この本が伝えるですね戦争はまだ終わってないというメッセージは 戦争の風化を食い止めるためにもとても強い問いかけだなというふうに感じました今週はこのあたりでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜開店佐鉄道書店でした プレキンナイト生放送でお送りしている武田佐鉄のプレキンナイトここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記者と今週のニュースについて話していきます澤田さんよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いしますはい戻ってまいりましたね帰ってまいりましたはい、はい、よろしくお願いいたしますお願いしますとは言っても,もう取材もとうとう今週もいろいろとされていたわけですねまあそうですねはい、はい、あのー まあ終戦の日のまあ戦没者追悼式というのが毎年行われてまして今年も行ってきましたということで去年は新型コロナウイルス対策で人数がめちゃめちゃ減らされてたかつ 時間差入場をしてて、数時間前から入ってなきゃいけなくて、その結果、の苛立った元議員があのスタッフに文句を言う現場、罵倒する現場に遭遇するっていうことを確かあったっていうのを報告しましたけども、い今年はそういう風景もなくてですね、非常に穏やかに。制限はなかっただ、もともとコロナで人数自体は各都道府県ごとに。 あの参加をしていくんですけど、はい、人数自体は減らされていて、かつその台風7号がちょうど直撃したタイミングだった,た、ね、ということもあって、うん、あの物理的に10府県の方々、ご遺族の方々があの参列できなくて、500人ぐらいが来られなくて、うん、結果2000人弱ぐらいの、うんえー、遺族関係者の参加だったということでしたね。うんうん、で岸田総理式辞の中で あの積極的平和主義の旗の下、国際社会と手を携え、世界が直面する課題の解決に取り組むというふうにおっしゃって、うんえー、はいたんですけれども、まあ、過去の、まあ、ここ数年というか、安倍さん以降なんですけれども、うん、あのアジアの 諸国に対するまあ加害責任ということをこれまで触れてたとは思うんですけども、安倍さん以降はまあ触れずに、それは踏襲した形で今年も言及せずと。国の責務としてご遺骨の集中、えー、収集を集中的に実施し、一日も早くふるさとにお迎えできるように全力を尽くしますと、うん、いうことを言っていて、まあ、遺骨収集の話を、集中的にという単語を今回、うん、今今年渡していて、うん、なので、えー、予算も多めに配分してやるんだと。うん 今ちょうどね、砂鉄道書店で取り上げた、はい、まあこの硫黄島の件、ね、で、まあ、あまりこ,これまでこの遺骨収集に政府が力を入れてこなかったというのを話しましたけど、そのあたりがこの集中的にという言葉で、まあ、どこまで本当に動くのかっていうのをあとは天皇の言葉の中では、えー、終戦、えー、以来の、まあ、戦後の歴史等々に。 うん、触れながらもあの戦後長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ過去を帰り見深い反省の上に立って再び戦争の参加を繰り返されぬことを切に願い戦時にちりせんに倒れた人々に対し全国民とともに心から追悼の意を表し世界の平和と我が国の一層の発展を祈りますというふうに締めてましてこちらはあの記者総理とはちょっと対照的に、うん、まあある種課外について、えー、少しではあるけれどもまあ単語としては触れていると、うん、まあこの深い反省の上に立って。 過去かりみ深い反省に至ってというところですね。で、式典なんですけれども、えー、総理、天皇と来て、三県の長の人たちが発言をするということで、うんえー、衆参議長と最高裁判所長官、式場、毎年述べるんですけれども、うんうん、我らが細田博之衆院議長ですけれども。うんうん、我らがっていうとね、はい<が> <laughs> われわれの代表みたいな感じですけど、そういうことではないけど、よくこのコーナーで話題になる、小田さんなんですけども、広島の原爆の日の追悼式に続き、欠席と、熱中症で救急車を呼んで、それ以降、あんまり体調が回復が思わしくないのか、そのもあも、広島の時も海江田副議長が式を述べたんですけど、も今回もということで。そこは心配ですね体調 早く治ってほしいですけどね、うん。はい。はい、で一方、その去年の式事話題このコーナーでも話題にしました大、うん、辻秀久さん委員長なんですけども、はい、今年も。えー ご自身の体験を語るということがあって、はいえー、私たちは焼け野原の中、お腹を空かせて大きくなりました。うん、一度でいいからお腹いっぱいご飯を食べたいと思っていましたということで、うん、去年もこのお腹いっぱい食べられなかったというエピソードが、うん、あの語られててで、今年も同じように。うん、でこれ、やっぱり、えー、私もちょっと体験としてあるというか、うん、あの沖縄で学生時代フィールドワークを。 してたんで、すね、うん、で高齢者にお話を聞くことが多くて、うん、そこに行くと、必ずお菓子とかご飯とかがすごくたくさん出てきて、うん、たくさん食べてというふうに言われたんですけど、だから若い人はたくさん食べてねっていう話をすごくされていて、うん、これ何なんだろうなって思ったんですけど、やはりこういう大辻さんとかとちょうど同じような世代での方々だったんですよね。うん、でやっぱりそののご自身の体験というか、うん若い うちに食べられないっていう体験をされていて、まあ、そ,れそういう思いはさせたくないっていうことがうん、うん、多分我々の若い世代に対してのそういう行いというか言葉になってたんだなというふうにやっぱり実感してまして。うんうん、でおつじさん最後に 私たちが死なければいけないことは、犠牲となられた方々のことを忘れないことと、うん、あとは戦争を絶対に起こさないことだということを言った上で、自身の体験を語り継いでいくというふうに述べたんですね。うん、ただまあやっぱりこういうういいい体験とかある種のその食べられないという空気感をそ 食べろっていうことで示したりっていうようなことって、あんまりなくなってきてるなっていうふうにやっぱり感じててうん、うん、特にやっぱり国会議員の中でそういうことを語れる人っていうのは本当に減ってきたなというのは実感しまとし、うん、りわけやっぱ岸田さんの言葉と、この小りさんの言葉を比べると、本当に。 ご自身の言葉とことただただ踏襲している言葉というやっぱりことちゃいますよ、ねうんまあ立場が立場なのでそれも自分の言葉を語れないということは必ずしもいけないことでもないことではあるというか、うん、下手に語ることがまたな何言ってんだという形にもなれることもあるので、ねうん、必ずしも悪いことではないとは思いつつも、まあ、やっぱり自分の言葉で語られるとそれはやっぱり非常に強いというか。うん 強いものとして我々にはそんな中、各、ま、党、あえー、終戦の日に合わせて談話とか声明とかコメントとかっていうのをいろいろ出していて、はいあのー、改めて8月15日に何を語るかっていうことを、うん、ちょっと注目していて。 でこのタイミングで何を言うかっていうのは、各党、相当違ってたんですね、うん、でそれについてあの、政治道楽というポッドキャストで、はいえー、読み比べをしたので、<ー>もしそれよろしければ、ご興味あれば聞いていただければなというふうに思いますこれ、本当各党の特性というか、はい、考え方っていうのは出てますからねどういう単語を使うかということから含めてで、そこで何を語っていくのかということも含めて、各党の色論が相当出たので。うんえー よろしければお聞きいただければなと思います。政治同楽ですね。はい。で続いて、えー、自民党安倍派のゴタゴタいこ、うん。これはどうなったんですかね結局ね。はい、これはこのコーナーでも何度か触れましたけども、ね、はい。木曜日昨日ですねあの去年のまあ銃撃でまあ亡くなった、えー、以降。 トップ不在の安倍派なんですけれども、うん、派閥総会を開いて、当面は会長を置かずに、うん、塩野家会長代理が座長に就くということで、うん、まあ一致した、これ、座長っていうワードをいろんな新聞とかメディアとか使ってますけど、これ、座長っていう、うん。 ことなのかっていうのは名称も含めてちょっと、うんえー、この塩野家さんに一任されたということなんですねだから代表にした方がいいんじゃねえかみたいな声も上がったそうなんですけども座長ってとっ別に一番偉い人っていうことではないわけ、はい、その座長って何だそれ座長って何だそれ座長ってまあ要するに審議会とそれ座長って何だそれ座長って何だそれ座長って何だそれ座長っ トトッッププだけどトップじゃないみたいいなな感じですよねねるほど、ね、いわゆる顔ではないっていうことですねちょっとなんか間を取った言い方なんでしょうか、うん、でさらに派閥の最高意思決定機関である常任幹事会を新たに設置すると、うん、今幹部会だから幹事会っていう名前に今なってたと思うんですけどそれまあ常任幹事会にすると、うん、でその中には松野官房長官とか萩生田政調会長とか、うん、有力議員5人いわゆる5人衆と,と呼ばれる人が 入るると見られてるんですけどもまあこの人選についても塩野屋さんに一任ということになりましたと、うん、でこの間、えー、ここのコーナーでもあの伝えてきたんですけど、安倍派をめぐって、その5人衆で集団統治体制でやるんだと、うん、集団指導体制でやるんだという話が出てて、うん、でそれに対して塩野屋さんと下村博文さんというベテラン2人が、いやこれ、やっぱ会長決めた方がいいよと、異論をずっと言ってたわけですね。うん、とこころががの塩野さんがあじゃあ私が座礁に なりますんでということで、5人衆側に結果的に行くということになって、取り残された下村さんは、いやいや、それでもやっぱ会長でしょうっていうのを言って、会談をずっとこの間重ねてたんですよね。だけど、結論結果出,た出なかったんですけど、そこに先週参戦したのはこの人ですよ、す森喜朗さんです、わ<お>元総理、うん、どうしたんですか、これは。俺はあのー 地元の石川の新聞の、うん、北国新聞にずっとコラムを書いてるんですけどそこでは下村さんが土下座しに来たっていう、うん、<laughs> 話と、うん、あと塩谷さんは最長老の自覚を持てという、まあ、劇を飛ばすような中身でしてでこれどうなるんだ最終的にと思ったらまあこういう結果になったとなんかこれ時代劇の話ですかこれははいなんかすごいですね、ええ、土下座っていう土下座って,土下座してそれを追い返すみたいな,なんかそういう話とかありましたね、うん、誰それを 最長老の自覚を持ちなさいというふうに言うと、はいはい、すごい話だね登場人物をなんか並べるだけでうーっていう感じになりますね。と,本とかって思いますよねちょっとね。うん、で、えー、まあただ幹事会のメンバー結局誰入れるのかっていう話、まあ、5人衆は多分入るんだろうけど、うん、これ下村さんどうするのかなとかっていう話とかあって、うん、まあこれも本当まとまれるのかなっていうのもありますし、うん、来年には総裁選が。 あるのでそ,そ,そこで最大派閥から候補者を出せるのかどうかという、うん、一本化して一人出せるのかと、はいはい、であの岸田さんが選ばれたその総裁選の時は、うん、いないんですよあの高市さんを結果的に押す形になったけど、えー、高市さんはもともとは安倍派にいたけど、うん、その後出ちゃった人なので。でもも安倍さんが支援をしてたけども、はい これ派閥の中から,か,から出たわけじゃない,いう問題もあって、だからそこで候補者出せるのかどうかっていうのも含めて、まあ、注目が集まるとで。ところで、このごたごたの時のぶら下がりに応じたのが、えー、江藤誠志郎さんという元副議長の方、まあこの人も大ベテランなんですけど、はい、まあその人がぶら下がりの中で、細田議長から昨日は電話がかかってきたので、元気でやってるか、くれぐれも皆さんによろしく言ってくれ、この言葉をみんなに紹介したという、うん細田さんの近況を。 ししててくれま元気そうね、それはよかったよ。あ会見お待ちしてますと。引き続きね、お願いしたいですよ。元気そうだってことはよく分かった。しかし、セリフ回しが本当、時代劇みたいなね、元気でやってるので、くれぐれも皆さんによろしく言ってくれなんだかすごいね。続いては国民民主党 もいろいろ始まりましたよということで、うん、あの代表選がいよいよ来週の月曜からスタートします、来週月曜日に告示と、うん、今のところは現職の玉木代表、それから前原誠二議員の2人が 2>、うん、えの一騎打ちだということで、うん、早くもです、ね、今週水曜日の、えー、BS 富士のプライムニュースという番組で、早速、絶戦が展開されてると。うん 玉木さんは、決闘時に15人しかいなかった国会議員が21人に増えたよということを言って、うん、党を大きくする必要必要あのことが必要ですよというふうに言ったと、うん、一方、前原さんは、まあ、衆議院の小選挙区では野党間の,あの候補者調整が必要だという立場なんですね、はい、あの共産以外、非自民の、えー、大きなまとまりを作るんだと、うん、えだから、えー、維新とか立憲とかそういうのも含めてやるんだと、うん、いうことを言う立場で、 特に今玉城、えー、内閣の、えー、幹事長をやっている新馬さんという人の仕事ぶりについて、ちゃんと調整している痕跡はないと、うん、やる気はないんじゃないかと、気持ちた調整をする気はないんじゃないかということをまあ主張したと。うん で玉木さんは、大型選挙ごとに2割ずつ議席も比例の得票数も増やしていこうというふうに言っていた、うんで、それに対して前原さんは、いや参院選で減ってるじゃないかと、うん、いうことを言っててで、玉木さんは、いやいやいや、あの衆院選から比べて参院選は増えてますよと、うん、2>, 2割増えてますよと、うん、でも議席減ってるじゃんということで、うん、ちょっとピリピリしてますね、もともと同じグループだったんですよね、前原グループに玉木さんいたんで。 もうかなりバチバチでして、うん、じゃあ、あとはもう、大きな立ち位置の違いが、やっぱ自民党政権をどう捉えるかっていうことで、ねうん、自民党政権を是とするか、非とするかみたいな感じで、うん、前原さんは非なんだということを言ってたんだけれども、うん、あの司会者がその、玉木さんは自民党をまあ動かすと、っ、ま、た、あ、激励するっていうスタンスですよねと、うん、いうことを言ったら、玉木さんはもちろんですと、うん、でそれに対して前原さんが、それだったら非じゃないじゃないかと。うん ぜひでいうと非じゃないじゃないかということで,そ、ねで、そういう司会者がいや閣僚を出すっていうことを意識してないんですかと、うん、自分で与党第一党になるっていう考え方なのかと玉木さんに水を向けると、うん、玉木さんはわれわれは与党を目指しますと。 与党を目指す与党を目指すと言っている、うん、与党第一党とは言ってないんですよ。与党第一党になるってことではなくて、与党を目指します。与党を目指します。与党を同等と,と実は取れる。<ー>で、その中で、その後では、いわゆる穏健な多党制による政権交代ということが現実だと思っているので、野党第一党にならなくても、いろんな組み合わせの中で、やっぱり新しい政権の与党の一角を占める、そういう重要な役割を、えー、担えるように、うん、もっと言うと、キャスティングボードを担えるような、握、えー、れるような政党に成長していきたいと。 これ、はどういういこことですかねこれどっちでも取れて、うん、まあ野党第一党じゃなくても、第二党、第三党でも、うん、まあ政権は握れるよというふうにも取れるし、うんうん、あるいは別に野党じゃなくても、うん、もうそのまま与党に入っちゃうっていうこととも取れると今の自公政権にぴょこっとくっつくような形でもいいのではないかと思うように読み取れることです、ねうん。読み取れるというような言い方になったと。 まあ、非自民、非共産の、えー、政策本位のつながりで政権交代をしていくんだという考え方を示していると,、うんうん、ということで、かなり言ってることが違うというか、うん、まあただ、この前原さんのは前原さんので、立憲も維新もお互いやらねえって言ってるところをどうつなげるんだっていう話は、現実性の問題としてあって、うんうん、そっちはそっちとしてっていう。で、うんはあ、でもも今ののよううに整理してもらうとかなり両者の間で バチバチしてるし考え方の違いっていうのがこうある種提出されちゃってるわけですから、うん、どっちが勝ってもどっちが負けても何かが起こりそうな感じしまするっていう感じですね,ねなるほどねでけつ結果はまあ来月頭と月頭いうことで月曜日のセッションにどうもお二人が来るという話をさっき聞きましたので もし興味があれば聞いてみてください、うん、バチバチするかどうか意見の違いが見えるところですね澤、はい、田さんありがとうございましたこの後放送終了後にはプレキンナイトの公式 YouTube でアフタートークの配信ありますそこでも澤田さんとニュースについて話しますのでラジオ同期の方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください以上ニュースエトセトラでした はい、いエンンディングでございます。ツイッターでね、SND さん、森達也さんゲストに来ないかな、サテスさんがアクションでうろたえたの森さんの回だけだからというツイートありますけども、来週のゲスト、映画監督、作家の森達也さん、お迎えします。 えー、関東大震災が起きた1923年から100年となる来,来月9月1日に森さん、初めての劇映画、えー、福田村事件、公開されます、えー。関東大震災後に起こった実際の虐殺事件を題材にした作品ですが、まあ、この作品、どうして撮ろうと思われたのか、まあ、お話を伺っていきたいというふうに思っております。ということで、ここまでのお相手は武田砂鉄でした。この後 YouTube でアフタートークの配信もありますので、そちらもぜひご覧になってください。それではまた金曜日にお会いしましょう。さようなら。 はい始まりましたよねなんかさっきちょっと首ひねったねなんかどっかのタイミングで首ひねって若干のこうおンエア中うん何かいいですかそうですねなんか体に痛みがききと走ってますけどお土産あカントリーマームララクオクオカフェオレ味カフェオレ味はい珍しいお味ですね ママドールとかにしようかと思ったんですけど気持ちの関係上先週土曜に帰宅したものでそこは1週間持つとちょっとね短いので洛王といえば福島の有名な牛乳メーカーですい。このカフェオレが超有名なんですけど私は会津のべこの父も好きなんですけどその。 カントリーマムありがとうございます基本は地元のものをこうやって紹介するっていうのが私のかなりの役目なので素晴らしい結構カントリーマームってでもそうかこんなご当地とコラボってそうそう初めて見ました僕なんかあんまり見ないよねいかにもな福島のものを持ってこようかなと思ったんですけどちょっと新しさもちょっと示してみようかなカントリーマームって本当に放送局には必ずありますからねありますねサイズ感と なんか一つである程度食べた気持ちになれるっていう意味ではテレビ局ラジオ局いろんなとこにあるよねでコーヒーでもお茶でもね紅茶でも美味しいそうですよでちょっとあとで食べてみますこれねカフェオレ味ぜひぜひはい YouTube チャンネル登録者数 YouTube チャンネル登録者数があと少しで1万5000人にびっくりマークって書いてますからね昨日見た時1万4000ちょっとでしたねそうですで200とかですじゃあ例のをやっといてください チャンネル登録をそこの君今だよポと繰り返しやってメールをいくつか紹介しますがラジオネームカマジーさんリアルタイムではないですがいつも楽しく聞いております澤田さんゆっくりリフレッシュされましたかねそれにしても荻上チキさんとてつもない人ですね先週ゲストでしたねもともと自分はセッションリスナーなので重々分かってはいるんですが武田さんと組み合わさることでその能力が 何割か増幅さされれてて発揮されていいたた気がいたしますと、うん、最後に武田さんをボードゲームの会に誘っていましたが、うん、武田さんが持っている鉄壁の偏屈さと荻上さんのあの常人には持ちえないどんな障壁も乗り越えてしまう理性的なアプローチが正面からぶつかったらどんなことになるんだろうか <laughs>、うんうん、昔漢文で習った矛盾の矛盾と盾との話が思い起こされ他人ながらちょっと心配になります、うん、その場にいる人が吹き飛ばされてしまうほどの衝撃波が発生しそうです。<laughs> その場にいてくれるだろうもう一人の天才ジェーン・スーさんがあらゆる緊張を解読し無効化してくれるのかもしれませんが11月上旬まだ先ですが正解を祈りますというふうに書いてますけどね。やるのかね本当に 特に連絡は来てませんけど。いややる気満々でしたよ。やる気満々でしたか。その後のお土産付きにありましたか。土産さんにその私のあのかあの出ていただいたのでうちの地元の産品をまた渡すっていうのでこういうのどうですかっていうののやり取りをした時にボードゲームやろうっていうのがまずいの一番できて私はそれをスルーして別なこっちのこっちのお土産はどうですかみたいな感じで普通にスルーしてしまった。スルーしてダメじゃないですか。その後にあの直で会った時にボードゲーム何やるって言われたので。うわ本気かよ。 うん当にあるのかっていう感じになりましたえそっか11月か11月上旬ねそこはあれじゃないですかむしろサテスさんからこれだっていうのを示していくっていうボードゲームってすごい多数あるのでどれをいくかっていう誰がでもボードゲーム用意するんだそのボードゲーム自体はチキさんじゃないですかチキさん持ってるのかね でもチキさんがルール分かってるののルール説明チキさんだってかなりまあ明晰にやるわけでしょそうこううコツも分かってるから,だからコツはかってるからままな規制を制さないといったらダメですよ、ね、だからこっちがあの持ってった方がいいねそうややなねボードゲームこれだったらいけるっていうのを作っといて <laughs>、うん、それを放り込むっていうどういう範囲がどういうジャンルが苦手なのかねチキ <laughs> さんは <laughs> 何が苦手なんだろうなうん だからボードゲーム研究で多分この1か月を使えるはずですよこっちがそうそうそうそ,う<ー>そこで自分めん,め,んだめんどくさくな、うん、その中で一番めんどくさくなさそうかつ自分がちゃんと間が持ちそうなやつを、うん、間を持たすっていうのも結構大事なあれですから間を持たす、うん、その場の、うん、なんていうか雰囲気を作る だって物によっては殺伐とするやつもあるからやだよよ殺伐としたくない楽しくやれそうかつでもそこまでこうざわざわしないやつを選ぶっていうそういうボードゲーム屋さんにいたらそういうアプローチでんか見繕ってくれるんですかざわざわしないやつとかピリピリしないやつみたいなことであねそうかそうかでも現在いろいろねボードゲーム屋ありますからねありますありますちょっと 大木上がそんな開口一番澤田さんにそれを言ったというならどうやら本気だなといきなり LINE でそれがでしたからねマジですか <laughs> 私このお酒どうですかっていう話を送ったんだけど <laughs> ま、ね、<laughs> ボードゲーム先来たから <laughs> 本気だなあちらが本気ならこっちも受けてたとうじゃないかって、まあこういう好戦的な感じがよくないわけですねやりましょう,ん、そう,そう戦わなくていい戦わなくていいですよねそうそう楽しくやるんです、ねうん、ラジオネームオイリーさん昨日面白いニュースがありましたのでメールいたしました維新のマスコット 鼻息荒維新の獅子、マッチョなイメージ、払拭狙うと。日本維新の会公式マスコットキャラクター、維新の獅子が発表されたのですが、なぜ、うん、か維新の獅子君は新選組の羽織を着ていますと。維新の人はこの格好が理解できていないのでしょうか。うん、坂本龍馬は新選組にいたとか、新選組と仲良しだったのかな。ほら、シャーも Z ガンダムでアムロと仲,仲間になったことがあるじゃんとか言い出すのでしょうか。維新とゼータガンダム。うん えー、維新といえば坂本龍馬、坂本龍馬といえば武田政秀さんということで一言あるだろうと思いプレギーナイトにメールさせていただきました。あ、間違えました。坂本龍馬は武田鉄也さんの方でしたね。すみません。お袋もう一杯というね本当にひどいメールから <laughs> いただきましたけど、<laughs> えー、維新の支持こんな、はい、これはもう存じ上げてました。存じ上げご存じ緑色,色なんですよこれ。えー、あの完全にあの、うん、あれです。戦前組の、ね、そうだよね。この着てるもの。うんうん、うん。だけれども 維新でいいのかなと。ババ、うん、さんが決めたらしいですよ、ね。あ、そうなあ、うん、本当だ。四百点以上の応募作品の中から最終候補を四点に絞って、ババ、うん、代表がこれというふうに選んだと。うん、でも維新幹部のコメントとしてマッチョに思われがちな党のイメージを払拭し、うん、親しみやすさを感じてもらいたい。マッチョに思われてるっていう意識はあるんだからな。ま,うん、まあそうと思います。うん。まあすぐしか進めないですけどね。ね、維新の主でこれ鼻息ボボボ,ボって鼻息が出てるのところですけど、あ、うんはあ。 これでいいんだね十二支に入れなそうだったんですもんね。ま、ね、っすぐ行けなくてかかまっすぐしか行けなくて,なくて曲がれなかったからあ。じゃあそういうなんていうかもうこうと決めたら周りが何を言おうがこういうことを言うということなんですね。うんうん、う新選組はね砂漠派だからねっていう感じですようちの地元ですから<ー>うちの地元ですからっていうか会津藩お抱えなので。うん ちょっとじゃあガチャガチャしてる感じがありますけどね、はい、それはもうあれですかね倒幕、うん、派も砂漠派も両方包摂していくぞっていう、うん、どうなんだろうねでもとにかくまっすぐ行くと鼻息荒いよと、うん、れそれともあれかな令和新選組もあるから、うん、新選組そっちとも組んでっていうなるほど じゃあ全てを包み込むというか。っていう感じなのか、うん、両極端同士で組むっていう話なのかなるほど分からないですねあそうかそ。そっちもあったもんな。うん、ちょっとじゃあまだまだちょっと見えてこないね、うん、現状だと。江戸川区の正雄さん初めてメールしますと初めてといえば来月初めて討論会の司会をすることになりました我が江戸川区は東京23区内で最も投票率が低いんですが。うん なんとなくの危機感を覚えるようになり、知り合いの元政治家にご協力いただきながら、投票しないとどうなるのか、そもそも政治って何なのかと議論したいと考えましたと。しかし私は、職場の朝礼で発言するだけで声が震えるほど緊張する器用な人間ですと。どうしたら緊張感を抑えながら話すことができますかそして討論会で司会をするにはどんなことを心がけるべきでしょうか佐々木さんにアドバイスいただければ心強いので、ぜひともご教授お願いします。ちななみに討論会を番組で紹介していただけるなら こちらですとみんなの政治討論会略して「ナロンと「みんなのみんな論じゃなくて「ナロンっていうんだね、えー、9月3日タワーホール船堀307会議室とね,ね13時半開場14時開始16時終了東京オリンピック2020を公開してた映画館のあの建物でしょ、うん、あ本当ですかそう多分 えー、解説者、山内和彦さん、この方、あれだね、総田和弘さんそうだ、選挙だ、えー、超面白い選挙2に出演していた元川崎市議会議員と、はいえー、解説者が初鹿明宏さん、元衆議院議員、司会が慶良義和さんということでやるようですけどね、討論会で司会をするにはどんなことを心がけるべきでしょうか。 どう,うどうですか、これはうそ,うそれは、まあ、だってあの、いやどうです,か、ね、あれですかね、大竹さんの代打を張る男として、うん、いや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 どう、緊張感、でもこれはでも、あの緊張しちゃいますっていうふうにね、多分みんなこういう人は思うと思うんですけど、うん、別に緊張すればいいと思うんですよね、緊張しながら、<う>淡々と進めていけばいいんですよ、<laughs> 緊張しながら、緊張しているっていうことに対して緊張すると、<laughs> もう本当に悪い方向に行きますから。 もうこれはねこういう場所では緊張するんだぞっていうふうに思って進めるってことが一番大事な、うん、それは緊張感を抑えることはできないですよ、うん、うんだから緊張感をこうたしなむとかね、うん、転がすぐらいの勢いでいいんじゃないですか <laughs> 全く何のアドバイスにもなってないっていう自覚はありますよそれはねだってもうこういうラジオで喋ったりいろんなイベントで司会したりすると まあ正直緊張感ないですからね <laughs> <laughs>、うんそ。だってもうきそういう緊張はやっぱりどうしても減ってきますよ。ああ、そうですうん、それはそうでしょう。だって、例えばじゃあ、あのー先。先週もえ先週、うん、ああ、荻上さん、うん、今,日今日はね。ええ、いや、まあでもなんというか。実家感あるじゃないですか。いや例えばさその 記者会見でで首相にに質問すする時に緊張しないんですかっていうふうに沢さん聞かれた時に「うん、いやまあ緊張するけどまずじゃあどういう質問しようか」とかって考えるから、うん、多分そっちを頭で、ね、優先してますよとかって言うじゃないだそれはもう,あう、ね、あの分かんないよねそれは経験なんかその別にそこでわざわざこの経験したことない人に寄り添う必要もないところはないですかいやでも僕も毎回緊張するんですよって言ったらちょっと嘘っぽいじゃないですか。 いや緊張しますよいやいに本当に本当に本当に結構やっぱりあそこはだって SP さんもいるからそうか毎回光景が違うしその時々のね緊張感の増減もあるでしょうからお客さんもいるわけですからねいや僕も緊張してますよ毎回うんまあそれはリスナーの人はどう伝わるかどうかねだからまあこの方にアドバイスなんてことは僕はできませんけどね まあその緊張っていうのはするんです、すす、まあ、緊張するんですすそれを無理に、うん、あ,あやばい、緊張してる、どうしよう、うん、どうしたら緊張を抑えることができるかなってなると、またただきもう、もう一段階、緊張しますから、緊張してるっていう状態で進めるということがよろしいのではないかと、私は思っていますうどうしよう、どうしようってしてると、うん、周りの人がなんとなく支えてくれたりしますからね、そうです、ね、逆にね、うん。そうなんだからそこで必要以上の緊張をしすぎないと。うん いうことが大事な。んで最高モードすると大変ですよね。うん、ラジオネームひろっこさん、させつさん、こんばんは。毎週楽しみに番組を聞かせていただいております。ありがとうございます。ところで、うん、来週明日のカレッジに出るんですか?。にきさんのツーショット。おお、そうだ、そうだ。久しぶりなんじゃないですかと。まさかの初ツーショットではないと記憶を蘇らしておりますが、楽しみにしてます。と初ではないです、ね。初じゃないです。もう三四五回ぐらいやってんじゃないですか。すね、えー、来週の月曜日のね。えー、明日のカレッジに。えー、久しぶりに。 出るのかなまあ1年ではないけど10ヶ月ぶりとかぐらいなのかな,な何しゃべるんですかえっと何しゃべるのかねあのまあバディーが能條桃子さんなんで、はい、まあそれぞれこうのあのも本を持ち寄ってまあ今こういう本を<あ>おすすめススしたいなっていうのをやるらしいですけどねそういうやっぱ前提でくるとやっぱりこれは守らない方がいいのかなっていうか別の話を崩していく <laughs> 崩してった方がいいのかなでもそれもあんまり。 もちろんあ、なんていうかね、こうあちらのど土壌ですから、あまり自由にやらない方がいいと思うんで、すそうそうそうここはまあ素直に僕、はい、もちょっと本を選んでね、はい、スタッフの方に伝えておいたんで、まあ、あの月曜日、明日のカの彼氏、ぜひ聞いてほしいなと思います。はいえー、沢田さん 夏休みだったんですけど、岸田さんもこの間までちょっと夏休みだったんですけど、先週の金曜日に本屋さん行ったんですよ。どこ行きました丸の内の丸善のオワゾの。そこいい大体いつもあの辺りの都心のど真ん中ってわけね。去年の冬は、あの、台だなくなる八重洲仏船がなくなったりしったんでてます。いったんてます。ってます。いったってたんですけど、今回10冊買って。10冊、随分買ったね。 そのうち、明らかなというのは5冊ぐらいなんですけど、うん、え小説のアマテラスの暗号、うんで、あとは世界資源エネルギー入門、入門地図ですっと頭に入る、世界の資源と争奪戦、スッと頭に入る丸分かりチャット GPT& 生成 AI、うんでえー、もう一つが、えー、町とその不確かな壁と。 ということなんですけども、まあ去年は何かってたかっていうのまあちょっと触れとくと、ええロシアのあの作家のドセフスキーのカラマーゾフの兄弟の一から五っていうの、あと落合ヤ一さんの忘れれる読書、和田秀樹さんの八十歳の壁などを去年のベストセラーだね。でこのまあカラマーゾフがちょっとみんな引っかかってて、であのウェブの読めるのは読めない本として有名じゃないですか。 でウェブの,あのフラッシュが記事で書いてて、うん、実はあの岸田総理、休暇中にカラマーゾフを読みきれませんでしたと、うん、でこれは無理だなとすぐ諦め、うんえー、秘書官やってた長男に、読んで内容を教えてくれと託したそうです、各官邸関係者という記事が出て、すごいなそれってそれをチャット GPT に頼めばいいね、もうね <laughs> 教えてくれと。 でまあ、必ず休みになると、何の本読んだかっていうか、本を買うんですよ、ええ、総理は。そうね、なんかよく安倍さんの時も見かけたし、はい、多分その前も言ってたでしょう、な、うん何なんですか、この夏休み、本屋さん行く、まあ、本屋さんのね近くでこう仕事してる身としては、本屋さんに行くのは、行って本買ってくれるのはありがたいけどね。で、私的には、これ、政治家がどんな本を読んでるかっていうのは、うん、2>, まあ2種類あるなと思ってて、どういう意味でしょうか。な ああ読まなきゃいけない本、うん、と、えー、本当に読みたい本と、うん、こんな本を読んでるんだと思われたい本あこれはやっぱりこういう大さんの本棚,本棚批評家としては、うん、やっぱあ,あるでしょそれそうありますよ、うん、それは写真写るところはね、うん、ああこれこん,、えー、こんな本を読み込んでんだっていうのを置いておきたいですよね賢く思われたい本の性病写リストみたいな、ねうん、そうそうだから僕もこれ当然 岸田さんの買った本のリストを見ましたけど、この何々入門とか、すっと頭に入るとか、丸分かりっていう本を、もちろんそれぞれの本は、多分そういうふうに分かりやすく説明する本だから、すごくいい内容だと思うんですけど、これをこうひょいひょいひょいっていう、何冊も買うっていうセンスは、なかなかすごいなとう。って今まで実はね、あんまりそのパターンないんですよ。普通だっってもとなんか だってこううい本当に丸分かり的なものはそれこそさネットで買えばいいわけだねそれを見える形で買うっていうのは普通でもその何かだろうもっとさ硬いさ世界資源エネルギーーとかさんとか大全とかさそういうのをちょっと選びそうなもんだけどね。で安倍さんは結構分かりやすくて基本的にはこんな本読んでるんだと思われたい本を選ぶ節があって。 で2018年に買ったので見ると産経新聞記者の連載をまとめた「全体主義と戦った男河合英二郎」という本と<ー>、えー、名も記者をノミネートされた歴史小説の「信長の元気、うんえー」そして百田直樹さんの「日本国旗と」とこれをなんか写真撮って、うん、SNS んかに支持する層からどう思われたいかっていう、うん、これ読んでますが安倍さんっていう うん、そこのコールアンドレスポンスがこの本を通してできてるっていうなるほど、ね、すごく分かりやすいも<う>もう体験してるのでよっていうだからあのもう歌舞伎の,あの掛け声みたいな感じですさすがっていうねよいしょっていう感じで,す、ね、でその点で見ると岸田さんなんですけど、うん、さっき言ったように去年のカラマーゾフの兄弟1から5と落合、うん、陽一さんの「忘れる読書」和田秀樹さんの「八十歳の壁」と、うん、で去年の夏は、うん、フランクリン・ローズベルト大恐慌と対戦に挑んだ 指導者歴史に残る外交三賢人ビスマルク・タレーラン・ドゴールいわゆる政治リーダーものを読んでるっていうふうに去年のを見ると思われたいんだけで、あとはその小説の同志症状を適用してとちょっと前のベストセラー「サピエンス全史でちょっとで心当たりは読んでると思われたい本かなと思ったんですよ であの去年の冬の「えー、と忘れる読書」と「80歳の壁」はまあベストセラーだから今風のも分かってますよっていうアピールなんだろうなで、この中でちょっと異質なのが、うん、去年の夏読んでた、えー「家飲みで身につける語れるワイン」あ,ありましたねこれねこれは実用書枠だけどこれが実は一番読みたい本なんじゃないか説っていう、うん、ああもう束にして買ってきて<う>まずそこから読むっていう、ねうん、そうねこれは、うん、あの 岸田さんもお酒大好きだか,、うん、だからここなんじゃないかって本当に読みたい本は実はっていう、うん、なるほどだってその何フラッシュの報道によるとやっぱりカラマーゾフは途中で諦めて、はい、で息子に読まそうってし,、うん、したっていうことですからそうかそうかで今回ので見ると、うん、短期の学び枠だ読まなきゃいけなきゃ いいけない枠っていうのが資源エネルギー入門と、えーうん、あ地図ですっと頭に入る、えーうん、世界の資源と争奪戦、うん、で丸分かりチャット GPT& 生成 AI、うん、これはちょっと読まなきゃいけない枠まあでもちょっと一国の首相があの資源エネルギーとチャット GPT と生成 AI について <laughs>、はい、よしこれから分かろう これ休みを機にこれで学ぼうってちょっと不安ですけどね不安です、うん、それはこれは見せちゃうっていうところはなこれはそれを見せちゃダメじゃないかなっていう読まなきゃいけないにしてもっていう感じはしますね、うん、で,そうね逆でこれ読んでると思われたいっていうのがこの「アマテラス」の暗号と「街、うん」えー、町とその不確かな壁だと思うんです、うん、そうかそうかでこの「アマテラス」の暗号は2020年の本なんですけど、うん、結構その日本の歴史、うん、あの まあ天皇のとか神話の話とかが関わっている本で結構保守派の人からまあ評価されている小説なんですよ。うん、でそれが今日、天聖神語に載ってましたね。そこの話とかだからここは安倍さんとかを支持してた層に対してこれ読んでますっていうアピールなんじゃないか説。うんうんうん、朝日新聞ありますけどね、はい、どうぞ。天聖 本の後書きにねこの著者の方が、はい、学校やメディアは古代史や近現代史の多くについて意図的に事実を曲げ真実を隠しているというふうに書いているいうそうなんで、はい、ちょっとこのなんていうか歴史観からしてみるとちょっとだ大丈夫なのかなというふうに感じざるもえないですけどね、うん、小説ですからっていう,、ね、うのもありつつ。うーんあのー 辻田さんがコメントプラスでちょっと書かれてたのでもしご興味ある方読まれたらいいかなと思いますけどそれでアピールなんじゃないか説で村上春樹さんは今のもちゃんと読めますせっていうアピールこの間はカラマーゾフで今回は村上春樹ともしくはベストセラー枠でもいいんですけどだから結局やっぱりこれ何読んでるかは結構アピールなんだっていう話で。 そこをぐりぐり今後もやっていこうかなっていう、うん、取り上げていこうかなっていう感じちょっとします、ね、これは僕の読みではねこの「丸善丸の内」本店の1階にしか行ってないね 1>,、はい、あ1階はビジネス書とベストセラーなんでビジネスマンが多いこう地域の書店ですから、うん、割とこうエネルギー問題とかチ、うん、ャット GPT とかそういうのが すすすぐ分かるみたいいな本って当然動きやすいわけですよねだからあの入ってあのあたりで済ましたんじゃないかってまあちょっと残り5冊が分かりませんからね去年の年末はね1時間かけて本を選んでるんですよあ本当ですか、うん、今回はねそうでもないっぽい、うん、っていう感じです、ね、ちょっとこのね家飲みで身につける語れるワイン的な本ももしかしたらあと残り,冊らあ残り5冊に入ってる可能性がありますけどね、うん、そうかそうか。 ここでやっぱり自分の本とか買ってくれたら、コロっと変わるのかね、態度がね。あ、どうもどうもなんつって。いや、どうだろうね、澤田大樹。澤、ね、田大樹の本とかね。<laughs> <laughs> 別に怒ってないとか入ってたらいいですよね、そしたらもうバッチ上げるよ送りましょうっていう鑑定に、いいですけど、でもまあ、確かに、でも買っただけでこれだけ語られるっていう意味では、何買おうかって、ですよもやっぱこの喫茶店さんの実用書枠っていうのが、やっぱちょっとね、おも面白いっていうとあれだけど、ちょっと不思議だよね。総理官総理観っていうか、こう思われたいはあんまないんだなっていう。てかそこを メディアに対して出しちゃダメでしょっていう気もちょっとプロデュース的にはねしませんいやするよあの今あの工藤勘さんのと大石塚さんがやってる「離婚しよう」だけあれのドラマの中でそのちょっとこう頼りない政治家が松坂投手が出てくるののそのんか地元のエネルギー政策とかウイルス施設かなんかを作るのの 知識が全くないっていうのをすごく秘書から怒鳴られてその資料をバッと渡されて見るシーンみたいのがあるんだけどまあそれを本当にみんな周りはえなんでこんなこともあのそれこそ入門的なものも知らないのっていう風に結構叱責されるシーンがあるんですよねだからこういうこの物事の入門的な部分とか丸わかりみたいなことっていうのは本来隠しておきたいはずよね政治家っていうのはねいやいや本当そう思いますうん。 だから本当全部のこと知らなきゃいけないし答えなきゃいけないから、うん、それすっげえ大変だと思うんですけどでもそれ大変だって見せないようにするのも、うん、まあ一応トップとしての振る舞いだったりもするわけじゃないですか、うんうん、そうだよね、うん、だって俺嫌だよ澤田さんがさ「一から分かる三権分立」みたいな本読んでたら嫌 <laughs> じゃないえー、分かってなかったのこいつっていうふうにも、ね、しろそれ、ね、書いてる側とかだったらあれですけどねその見せ方ってのはまあ 総理大臣、首相それぞれあるんでしょうけどね、お茶目とも言えなくは特徴は出てるね、今、だからアメリカへの移動中にいろいろ読んだりしてるのかな。はいうのが、ね今日の締めくくりがね、機内で読んでんじゃないかみたいなね。往復には約27時間かかる、機内ではさて何を読むのだろうかと皮肉っぽい書き方です。 面白い分析なれば、これからどういう本を読むかってねということで、そんところでまあそうですね、デジデン甲子園、今年もあるいですということがね、分かりまして、募集期間は8月末から10月22日までなんで、詳しくはデジデン甲子園で検索していただければ、こ年はね、春、夏、冬、分けてたじゃないですか、去年は。今回は一本化してますから。年にに回回とも まさにこれは事前取材で分かってたことですけど去年は民間と企業で分けるんだ自治体で分けるんだっていう話をしててそれを今年は次はやるんですかっていう話をしたときに今年は分けずに一本化という話も出てますよということは私の取材で判明してますんでこれはやっぱその通りだったなとデジデンに対して熱い思いを持つわれわれとしては。いいんですかデジを 説明しなくて特には。もう分かってます。もう、今見てる方、ああデジデン甲子園ねってなってます。あのね、それは調べてみてください。これだけでもデジデン甲子園ちゃんと正式にお伝えしてるところも多分ない。ないですよ。こんな時間が。ありがたいと思ってほしいよ。デジ。何が通ったかって話までしてますから。そうですよね。あの。 賞金はないとかね、名誉しかないっていう、名誉そそううすごいよくやったねしか言われないていう、地域に偏りがかなりあるとかね、選び方が変わってるよとか、そういう話とかまでしてますから、8月30日、今月末から10月22日まで、ぜひ我こそはという、皆さんはね、レギュレーションも、あの、デジタル甲子園で調べると、本当にホームページがバンって出てきますから。しい 他に検索では出てこない、すぐ出るということですね。告知がパラパラとございまして、まあ、先ほど言いましたが、来週月曜日、明日のカレッジ、久しぶりにお邪魔いたします。ニキさんもそうですが、農場さんと会うのは、本当あの選挙特番で一度お会いして以来で、あんまり。えっと、去年のだから。あ、参院選。参院選。夏かな。ですかね。で、一度ご一緒したので、こう、まあ、ラジオみたいな形でお会いするのは。 初めてなのでね、はい、そこも楽しみですが、えー、イベントがいくつかありまして9月1日金曜日の7時からですね、うん、渋谷のロフトヘブンというところで、えー、トランスジェンダー入門というご本書かかました高井ゆとりさん今日ちょうどセッションに出てらっしゃいましたけれどもその観光記念トークイベント今この社会のジェンダー問題を考えるということで高井さんとそして吉田剛さんと、うん、私の3人で えー、やります<う>会場チケット、配信チケットそ,それぞれ発売中と。オンエア前じゃないですか。そうなんですよ僕ね、ちょっと手帳にメモしてたあれこうあれああ、そうだ金曜日だということでしたけど、うんまあ、ブッキングした後とで、えー、8時45分ぐらいまではいられますと、はい、いうことで言っておきましたんでな,、まあ、なんとかなるでしょう、はいえー。そして9月14日木曜日19時からですね、代官屋松田屋書店で、えーうん、アートとフェミニズムは誰のものという、まあ、講談写真賞から 本を出されました美学研究者村上ゆずさんという方とのトークイベントタイトルが批判的に考える勇気というもので、えー、こちらも会場チケット配信チケットそれぞれ発売中ですこの村上さんという方はですね初めてご本を出されるということなんですが<お>、まあ、アートとフェミニズムは誰のものと、まあ、あのちょっとこちらにお声かけいただいたのは、まあ、僕は割とこう愛知トリエンナーレの時にいろいろ原稿を書いてたりだとかはいはい、はい そそれこそ先ほどちょっと出してもらいましたけどマ、まあ、シズムを削り取りとか、はい、まあそういう本をちょっと読んでくださったみたいで、まあ、アートフェミニズムこれについてまあ語るということでこちらも楽しみでございます。うん 澤田さんの方も告知ありと。はい、たくさんあります。はい、まあ、まあ、うん、本、が一つ、あの、コロナ禍三年高校演劇という本が、はい、ようやく先週から、あの、多分書店に並んでいるので。うん、あと、食べてください。食べましょう、はい。はい。そちらで、えっ、ー、と、対談をしてますので、よろしければというのと。あと、ポッドキャストのお知らせがたくさんあります。すみません、おと、ね。はい、どうぞ。<laughs> 政治道楽、今週なんと三本配信という。三本配信。三本配信。<laughs> 夏休みのお出かけ企画で、国会界,界隈三本、あの、三本。 てますのでそれは二回分ありますこのサイズですよはいあすいませんねはいうぞであの終戦の日の格闘コメント読み比べというのを緊急配信したのでカフェオレ感強いねこれそうそうすいませんラクーのカフェオレ美味しいうんカフェオレ感が結構しっかりと出ますね良かったあそれなら良かったですはいすいません であともう一つあの、ベビーのいる生活迷、うん、える子育て応援ポッドキャストという、うんえー、ポッドキャストに、えー、T アナウンあ元 TBS アナウンサーの国山ハセンさんと、うんえー、子育てアプリパパに、パパになるのミキ、えーうん、さんと一緒に、うんえー、パパ育休について語ってますので、<お>それも,も3つ、3回分がいっぺんに出てるんで、うんうん、つまり今週、6つポッドキャスト。<laughs> ちょっと沢田が重いね沢田だらけだね全部応答としたらそうですねセッションのもう出たレポートの中に載ってるからちょっと沢田にいごるよであとはそれはカタカナでベビーマヨで検索してみてくださいカタカナベビーマヨだと本当すぐ一発で出てくるんで元アクションのプロデューサーがやってますからねそうですそうですでえっと来週なんですけど来週の木曜だと思うんですけどライフの番外編文化ークラジオライフの番外編の 働き者ラジオっていうポッドキャストが今、持そてです。工藤文子さんとのポッドキャストにさっき収録して出るので、それもポッドキャスターじゃないポッドキャストおじさんです。ポッドキャストどん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 いろいろ出て出て作って編集していいことだ、ポッドキャスト祭り。あともう一個イベントでまだあるかい えとセッションと、うんえー、毎日新聞のコラボイベントも何度かやってますけども、そ,ねうん、それの新しいやつが、あのー、行われることになってまして、うん、えと性暴力を問う、今社会は何をすべきかというテーマで、うん、出演がチッキーさんで、えーとえー、ジャーナリストの伊藤詩織さん、はい、あと元ジャニーズの、えー、ジャニーズジュニアかな、うん、の、えー、中村和也さんと、うん、毎日新聞の王子智子記者と私。はいでえー、日時が、えー 今月の28日月曜日の午後6時半から、うん、でこれ、リアル配信<う>で、えー、と場所が東京都の千代田区の日本プレスセンター、うん、いわゆる日本記者クラブの,<お>あの大きい会見場でやるあんまりじゃあ、普段入れない、そうですね、一般の方はほぼ入れないっていう場所でやります、うん、<で>じゃあ、ちょっとこう会場入ってみると、あこんな感じなんだってうあの選挙の時に党首がわーって並んでやる,、ね、やる,やるとこです。うん で価格が会場が三千五百円でオンラインが二千円で学割もあって学割が千円だったかなだと思います詳しくあのピーテかセッションのとツイツイタじゃないエクスかでちょっと調べてみてくださいで私は本を売りにも行きますはいまでもこれはちょっとこの場所もね少しこういつもと違う特別感があります特別感あるところだからああこの場所行ってみたいなでもなかなか行けないなっていう意味では。 いいかもしれないです。中で写真撮るだけでも結構ね、来た回が結構本当にすごい豪華な感じなんですよ。うん、あの記者クラブの会見場。じゃあぜひね、会場もあるし、配信もあるし、学割もあると。1階には書店もあるので、あはい、そんなところでございますかね、そうですね、これ、美味しかったです。味味カオレ はい。はい、と言ってもこれ別に買えないもんな。まあ福島行けば。はいね、福島、はい、福島来てください。はい。いいとこです。はい。はい。じゃあそんなところでまた来週までどうぞ皆さんご無事にお過ごしください。はい、今週もありがとうございました。さようなら。さようなら。明日の解説聞いてね。見てね。聞いてね。月曜日。